ラジオドラマ大和なでしこ探偵事務所問題編。いつかのあの奇妙な事件を思い出すような雨が窓を叩き、その出来事が起こったのはそんな夜でした。じゃあいつものコーナー行こうよ。オッケー。ゆきとゆりかのエロコーナー。じゃあね、私からメール読むね。はい。この寿司の今日は私たち大和なでしこがお送りするインターネットラジオオッドアイの最終回の収録日なのです。最終回だけにいつもに増して収集がつかないトークを繰り広げている私たち大和なでしこの二人、そんな時その出来事は突然に起こったのです。だから私は縄が好きなんじゃなくて、本当は本当は何なの？どうしたのゆき？放送事故になるよ、ゆき。小松さんが。え？何？聞こえないよ。小松さんが。え？ディレクターの小松さんがどうかしたの？倒れてる。倒れてるって、ゆきさ、そんな本番中に。本当だ。あ、ごめん、ちょっと収録止めて。あと、二人ともアナブース出て、サブに。うん。ね、ヨカちゃん、小松さんどうしちゃったの？いや、よくわかんない。今なんか急に倒れちゃって。ごめん、ちょっと見せて。小松さん。小松さん。どうしたの？ユキ？死んでます。小松さん。死んでます。なんだって？どうやら私たち、また殺人事件に巻き込まれちゃったみたい。本当かよ。完全に毒が回ってるみたい。すでに心停止してます。そんな。まるでこれって。10ヶ月前と、そっくりだわ。この時、ここにいた誰もが10ヶ月前のあの出来事を思い出したことでしょう。私たち大和なでしこが探偵を始めるきっかけとなったあの出来事。ユキの薬物鑑定によると、小松さんの死因はあのシナリオと同じく青酸カリによる中毒死。薬物反応は小松さんが飲んでいたラムネの瓶から検出されました。私たちの目にはこの事件はまるであの出来事を再現しているかのように映ったのです。ただ一つの違いを除いては、薬物の種類、被害者の仕事、現場にいた人間の数、そして何より、同じラジオ局の同じスタジオで事件が起こってるということ。すべて10ヶ月前のあの出来事と同じね。ただ一つ違っているのは、今回は、本物の毒で本当に人が死んでるってこと。そうね。前回は、ナミさんやイクベさんたちが仕組んだゲームだったけど、今回は、間違いなく殺人。私が薬物鑑定も精子の確認もしたわ。でもなんかちょっと引っかかるのよね、この事件。違和感っていうか。でもとにかく状況から見て、明らかにこれは私たち大和なでしこに対する挑戦だわ。そうね、受けて立たなくちゃね。まず状況から見て、今回も内部の人間の犯行と言えるわね。そうね。しかも今回は、毒物がラムネの中に混入していたっていうことは、はっきりしているのよね。このラムネを買ってきたのは、誰なんだろう。イクノベさん？いや、名前間違ってるから。いや、でもこれ、俺じゃないよ。多分、小松さん本人じゃないかな。いつも夫愛の食べ物は、小松さんが用意するから、大和なでしこの分と、俺らスタッフの分と合わせて、6本買ってきたって収録前に言ってたから。あ、そうなんだ。でもなんで今日ラムネだったの？いや、この番組の中の何食べてるんでしょうクイズで、最近焼肉弁当とかコロッケとか結構予算かかってたから、ちょっと安めのものでって小松さんに今週の水曜日に相談して決めたの。あ、そうなんだ。結構この番組も予算厳しかったんだ。でまあね、ぶっちゃけた話これやってて儲かる番組じゃないしね。そうだけどさ。全部で13回しかないしね。
まあ、今日がその最終回だったんだけど。あ、でも、ヨッカちゃんは随分コマさんに、もうちょっと続けさせてくれって言ってたよね。そうだったの？ありがとう、ヨッカちゃん。いえいえ、まあ結局無理だったけどね。ところで、このラムネをスタジオに持ってきたのは誰？あ、それ私。小松さんに文化放送の冷蔵庫にラムネが6個入ってるから持ってきてって言われて。なるほどね。そういえばこのラムネって6本とも栓を開けたの、イクノレさんですよね。名前間違いすぎ。うんだ、まあ俺が開けたけど。じゃあその時に毒を入れることもできたってわけね。おちょっと待てよ、何俺疑われてんの？いえいえ、そんなことないですよ。お前ユキのそんなことないですよあんま信じられへんねんけどな。まあでも俺が栓を開けたのは、君ら二人がほらまた栓を開けるとさ、いつもわーってなるやん、なんかいつもわーって。だから代わりに開けてやったんだからね。あ、でついでにそれの時に全員の分も開けてやっただけで、だいたい俺が小松さん意味わかんないもん、殺す意味が。だって生延さん夏のイベント回しすぎって愚痴ってたじゃん。あとただでドラマ書かせすぎって。いや感じ悪い、感じ悪い。自分感じはほんまおかしいぞ。言ってたの？いや言ってへんから。あの、問題になるから、第一、そんなことで俺人殺さないからさ。そうかなぁ。あと、ちなみにミキサーさんの三池さんは、小松さんが倒れた時って何してたんですか？え、僕も疑われてるんですか？あ、いや、そんなことないけど、ほら、一応形式として。僕は、ミキサーですからね、ずっと小松さんの横で、大和なでしこの二人のマイクのフェーダーを握ってましたよ。ほら、いつ二人が叫び出すかわからないから。ごめんなさい。確かにずっと小松さんの隣にいたから、僕が犯人だとしたら、毒を入れるチャンスはあったかもしれないけど、でも僕、犯人じゃないですよ。あー、うん、そうだよね。じゃあ、質問はこの辺で。いや、ちょっと待てよ。何？いや、あのさ、ヨッカちゃんは疑わないの？僕とニーケ君疑われてんだけどさ。あのさ、ヨッカちゃんが人殺すわけないじゃない。イルルレさんとは意味が違うわよ。いや、もう、まあ、全然原型ないから、イルルレって言われても。ヨッカちゃん、また一緒に買い物行こうね。うん、私今日一人で買い物行っちゃった。もう、このでっかい袋3つ全部 T シャツなんだけどさ。え？アナスイでしょ？コムサでしょ？ズッカでしょ？あとオゾンコミュニティでしょ？いや、もういいよ、もう。こんなに。うわ、重そう。床がドンって言ったよ。いや、そんなに3つの紙袋全部 T シャツなんだ。どうしたの、ユキ？ちょっと、小松さんが飲んでいたラムネって、どれですか？あ、そこにあるやつ。あ、こんなとこ置いてたの？どういうこと？いや、基本的にラジオ局のミクサー宅って飲み物置いちゃダメなんですよ。精密機械でしょ？もし、飲み物こぼして壊しちゃったりしたら大変だから。あ、そうなんだ。だけど一応小松さん気使って、ラムネの下に自分の台本を敷いてたんだよ。なんだよ、俺の書いた台本を。で、小松さんが使ってた台本ってどれですか？なんかもう混ざっちゃってわかんないんですけど、それじゃないですかね。あ、これですか。あ、名前書いてある。あ、一応この台本はセーフみたいだね。あー、ヤマトさん！だから、あなたもヤマトさんでしょ？私、犯人わかっちゃったんですけど。何坂本龍一プロデュースみたいなこと言ってるの？回答編を待て！勝手に進行されちゃった。なんで誰も当たらないんだよ。最後
ことない人かも。あ、あ、結構知らない人かも。あ、ゆかりも読んだことない人かも。はい、ゆかりの方はペンネームゆなさん。お、おめでとうございます。おめでとう。こっちはペンネーム、お母さん、おめでとう。お母さん、お母さん、お母さん、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、当たり。ゴムも持ってもらわないとわけわかんなくなるからね。はい、今週は何を食べてるんでしょうか。クイズじゃないけどね。今日はこれ。今日さ、食べ物必要ないじゃん。うん、どうしたの？だってクイズないんだもん。そう。食べさせてくれる。え、ねえねえねえ、ここかけていい？はーい、うん、ピザー言っていいのかな。ファックスで募集したりしないよね。そんな意味のわかんないことしないよね。はい、ピザを取ります。うん、ピザを取る。どれ？照り焼きチキンは決定でしょ。うん、でね、ハワイアンデライト食べたい。うん、ハーフ&ハーフのハーフでね。やだ、ハワイアンデライト、じゃあハワイアンデライト1枚と、うん、照り焼きチキンは何かとハーフにしようよ。嘘。照り焼きチキン1個でいいじゃん。じゃあハワイアンデライトも1個でいいじゃん。え、その2つになったの？ダメなの？みんなだってなんかすごい嬉しそうだよ。本当？かけよう。食べてね、あのパイナップル。はい、起きた。お、え、やりたい？え、で、ゆかりね、どうすればいいの？ピザの。やったことあるけどさ、お家。お母さんの、ピザを注文したいんですけど。はい。担当者の方の名前の方よろしいでしょうか？はい、小松です。はい、小松様で。はい、領収書をください。はい。まだ注文してないじゃん。はい。はい、ではご注文の方お願いいたします。はい。照り焼きチキン。はい。の、M？ M サイズで。を1個と。はい、こちら生地の方が厚いタイプと薄いタイプと2種類ございますが。どっちがいいの？クリスピーのいい。クリスピーの方で。はい。はい、かしこまりました。あと、はい。ハーフ&ハーフにしてもらいたいんですけど。はい。ハワイアンデライトと、はい。ナスミートってできますか？はい、大丈夫です。じゃあ、それの、ハーフ&ハーフの、はい。M を1枚。はい、こちらの方の生地はいかがいたしましょうか？クリスピーで。はい、かしこまりました。以上です。はい、かしこまりました。サイドメニューなどはよろしいでしょうか？いりません。はい、かしこまりました。領収書の方は、宛名の方はいかがいたしましょうか？文化放送で。文化放送宛てで。はい。はい、かしこまりました。では、ご注文の方を確認させていただきます。はい。照り焼きチキン M サイズで、生地の方がスーパークリスピーで1枚。はい。と、ハワイアンデライト、ナスミート、ハーフ&ハーフで、こちらも M サイズでスーパークリスピーで1枚。はい。以上でよろしいでしょうか？はい。はい。はい、では30分。あ、申し訳ございません。ただいまお店の方少々混み合っておりまして、お時間の方30分から40分少々いただいているんですが、よろしいでしょうか？はい、頑張ってください。はい、なるべく早くお持ちいたします。はい。はい、それではありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、失礼いたします。来ていいの？うわぁ！面白かった！お家でやるときとなんか違う。ほんと？うん。あのお兄さんにゆかりっていうことがバレたよ。は？意味わからないんだけど。え、なんで？え、ゆかりって言ってた。いつ？ゆかりクリスピーがいいなって言ってた。聞いてないよ、きっと。かな。びっくり、恥ずかしいですわ。面白かった、すごーい。面白いね。もう一回頼もうか。もう一回やる。今度は私が。この番組は、大和なでしこに関するいろんなものを作っていこうという番組です。うん、なんだか最終回らしい。てんてんてん。それでは、ああ、そっかそっか。何の告知もしなかったけど、うん、さっきドラマをやりました。あ、そうだ、やった、やった。で、回答編は番組の後半でーす。おということで、うん、一生懸命考えてくださいな。はい、うん、それでは行きましょう、今週も。ドリンクセットキャンペーン。ヤマトなでしこ宣言フリートークのコーナーだよ。もうすごい、ジンヤワンヤだよ。だね。メールの振り分けもしてないし。ね。読むのは決まってるんだけどね。うん、はい、じゃあまず、実験。お、実験。あのね、うん、神戸市にお住まいのペンネーム、うん、リアル陽水さん。うん、あのね、
ほっちゃん、ゆかりん、いくのべさんとよっかちゃん、こんにちは。こんにちは。実は、お二人に試してみてもらいたいことがあります。うん、次にあげるものをやってみてください。どれからやる？やっぱ、オーソドックスなのからやるかな。そうだね。トマト、あれ、あのね、何かと何かを一緒に食べると何かの味になるよ、うん、そう、味になるってやつね。いやそれやろう、それ。きゅうり、蜂蜜、イコール、メロン。いや、ほんにゃ。食べたくないにゃ。食べたくないにゃ。いや、でも、きゅうり買わなくていいって言ったにゃ。エロ大臣は、これはメロンだっつった。エロ男爵じゃなくてなんだっけ。エロ大臣。エロ博士ね。エロ博士、これはメロンの味がするで、あーる。めっちゃちっちゃいのがいいよ、カリさん。そんな大きいの言いとって。欲張り目。怖い、怖いにゃ。あー、普通のキュウリだといいな。普通のキュウリが食べたい。あの、マヨネーズとさ、醤油かけて食べようよ。そうだよね、キュウリにはね、合うよ。食べますよ。ごめん、やっぱこれやめた。なぜみんな黙るの？細し子になるよ食べてよあー怖い。早く食べて食べてみなよ。キュウリと蜂蜜の味がするから。言うなよ、食べる前に。まずい。蜂蜜は美味しいし、キュウリも美味しい。蜂蜜美味しいね。はい、次。実験の結果、メロンの味はしません。メロンじゃないな、これ。うん、次、トマトとお砂糖は、何の味でしょう？なんで2個も食べたの？トマトとお砂糖。うん。うん。それは美味しい。さ、先にさ、言わない方がいいよね。何の味になるか。ほっこほっこ。いや、これ、チーズまみれだから。ほっかほっか。トマトとお砂糖は何の味になるでしょうか？なんだろう。まあ食べてみて。うん、そうだね。うん。どんどんフォークが。ちっちゃいのがいいにゃん。あ、ありがとう。これ大きくない？大きい。こんなさ、砂糖かけてほしい。いや、一つに半分こした。こっち、こっち食べな。また、もらうね。おい。こっち食べていい？おい。食べるにゃん。食べるにゃん。怖いかも、あんけが振るにゃん。うん。うまい。うまい。うまいね。トマトにお砂糖が合うね。合うね。うん。うまい。なんかの味じゃない。トマトをちょっと美味しくする方法みたいになってる。トマトうま。うん。うまい。答え。いちご。砂糖のあれが足りないのかな、量が。そんなにかけちゃうの？これすごい。なんかこれ、あの、お祓いとか、心霊がいるみたいな。森中が見なくなってる。あ、これ、うまい。てか、きっとこれ、たくさんかければ。美味しい？いや、美味しいって趣旨が違うけど。ならないよ。早くピザ来ないかな。口直し？これ、こんぐらいかければなるんじゃない？それはないよね。あ、でもね。うん。なった？キュウリよりマシ。あ、キュウリよりここ食べてみて、この砂糖のすごいとこ。でね、砂糖を下にして食べてみて。美味しい？うん。てかさ、キュウリよりは、あ、ありがとうございます。これを下？うん。お砂糖を下。ちょっと、なんかわかんない？意味わかるよね。うん、これはなんとなくわかる、うん。これは三角。うん。あんまり美味しくないイチゴって感じがする。うん。次は、ねえ、プリンと醤油。これは一番オーソドックスだね。これは、うん、ふんわりプリンというちょっと高級なやつ。あ、違う種類なの。なるほど。ねえ、やだー。これこのまま、今食べちゃダメかな。今プリン食べたい、このまま食べたい。カラメルがかかってるところ。いや、カラメルね、まずい。かかってないところがいいよ。うん。これ美味しいよ、普通に。ほんとね、ウニ。だって、間違ってる、ウニだから。カラメルがないとこがいい。ないところがいい。普通の白いやつ？うん。軍艦フェスタのウニもだきより美味しいかも。だからほんとね、ウニの味するよ。マジっすか、うん、あ、怖いよー怖い。見た目もちょっとウニっぽいけどね。どう？ウニなの？プリ
リンの味がするよ。ウニなんだよ。で、高級なプリンだと。プリンの味ですよ。あ、ウニだよ。プリンだよ。ウニ、ウニ。ウニ、ウニ。こっちの方がね、もうウニっぽい。この辺取っているぞ。あのね、醤油。いいから、食え。この辺取ってください。ごめんなぁ。醤油をつけて食うと。罠だよ。これ食べてみて。ね、いや、これ。まぁ、なかった。うん。ちょっと食べてみて、醤油いっぱい。醤油いっぱいじゃないとプリンの味がする。ほんと？この辺？うん。ウニやろ。なんとなく。ウニやろ？あ、こっち。でもね、辛いのよ。こっちは、まだ。わかるけど、作ってきた、今。かぼけするよね、これね。さあ、最後バニラアイスクリームと醤油で、何の味になるのかな、なんだろう。スーパーカップそのまま食べたい。そのまま食べたい。フォークがない。フォークがない。あっ！うまい！あっ！フォークがないか。これでもか。大した容赦ない。あの、なんか、体に悪いんですね。これ誰もやったことないんだよね、まだ。あ、そうかもしんない。エロ博士。何の味？何の味でしょう？何の味？醤油の味。何これ。どこ食べたらいいの？汚い。ほっちゃん汚い。醤油ないもん、そこ。バカ出してるよー。あ、そう、すごい。おい。てか、何これ。醤油？毒される。ね、醤油。かかってるとこ食べた？あの、それ、何これ？ちょっと待って、これまだ食べてない。これかよ。あ、わかる。何これ？みたらし団子。ああ、醤油やん。違う、あのね、醤油少なめでね、アイスクリームのとこ多く取ってる。ほら、間違ってた。間違ってるとこ食べるのね。これ合ってるかわかんないけど。うん。ね？うん。あの、みたらしの、あの、かかってるやつの味がする。あ、これ面白い。けど、スーパーカップはスーパーカップで食べたい。ごめん、私。あ、ダメだ。食べたいでしょ。食べたそうな顔してるよ。血圧上がってきたの。ヨッカちゃん、何黙々とね、プリン食べてんの。なんか血圧。美味しいよ、プリン。いや、プリンは美味しいよ。血圧上がってきたの気のせい。醤油ものダメだ。トマト美味しい。トマト美味しいね。あの、ピザはまだ。ピザ。早く。ていうか、ラムネ飲みたい。うん。あのね、飲めるかな？さっき使ったやつ。ねえ。あのね、ゆかりはね、ゆうに謝らなきゃいけないことがあるの。そうそう、それ何？今日ずっと言ってるけど。ごめんなさい。何？ごめんなさい。そんなに謝るようなこと。ごめんなさい。何？怒らない？聞いてから決める。ダメだよ、そんなの。そんなの男らしくないよ。男じゃないからね。ダメだよ、そんなの。ほら、ハニー飲みな。うん、ベタベタなの置かないで。汚れちゃう。うん。怒らない？聞いてから判断。ダメ！怒らないって約束して。しょうがないなぁ。なんだよ、言ってごらんよ。怒らない本当に怒らない。そんなに私怒るようなこと？悲しむ。悲しむ？うん。いいよ。怒んないのね。違う、怒り悪気はないから、本当に。本当に？もうね、あれは不可抗力。不可抗力？あのさぁ、ゆうにもらった小銭入れあるじゃん。うん。なくした。うそー！今のは大丈夫？なくした。どこで？わかんない。てか、中に入ってるものは大丈夫なの？小銭ばっかり？あのね、小銭は、でもね、これ両替したばっかりしてた。でも700円しか小銭は入れてないのね。小銭入れだからね。うん。あと、領収書が。領収書が何枚か。田村様って書いた領収書。田村様って書いた領収書が入った青い小銭入れを見つけた方は、700円はあげるじゃん。700円あげるから、あの、小銭入れと領収書を返して。そうかぁ。うん、そんなショックじゃない、ごめん。あんなに気に入って進めてたじゃん、ゆかりに。進めてたじゃん。あれが違う小銭入れ使うって言ったら、
やだって言ったけど、え、あんまショックじゃない。そう、ごめんね、俺たち探しに行ったのに1時間くらい探してたんだよ。本当、うん、あのね、なかったの、ゲームセンターに行ったでしょ今日のね、ほいで、それから桜屋に行ったの、ホビー館に、うん、好きだね。その二つ、あのね、そう、それにはまあ理由があったんだけどね。そ, う そ, う そ, う、そう、行ったのね、ほいで、メモリーズオフっていうゲームのガチャガチャをやったら自分のキャラ出てこなくって、けど、ね、7回やったのに自分のキャラ出てこなくって、ブルーになりながら、うんうん、また桜屋から戻ったんだけど、うん、うん、落とした？桜屋に行った時点で、ね、置いてきた、うん、なかった、うん、いざメモリーズオフのゲームやろうとしたら、あれないっていう話になって、カバン全部出した？出した。あー、そうか、じゃあ新しい小銭入れは私があげる。え、あの小銭入れもうないの？あの小銭入れはね、今泉さん家に使用前のが1個あるな。いや、今泉さんのでしょ、それは。くれるの、それを。今泉さん家から取ってきてくれる。交渉次第。交渉、どんな交渉？何を差し出せば代わりに。なんだろう。あ、わかった、今日取ったメモリーズオフのカオルちゃん以外の全部あげる。それはあんまり知らないかもしれない。カオルちゃん出てこない。そっか、乾杯する？うん、乾杯とかけまして。ええ君は今言っちゃいかんことを言わなかったかな。あ、乾杯は大丈夫か。うん、うん、いただきます。うん、ぬるい、甘い、美味しい。うん、うん、美味しい、美味しい。醤油の、すごい、あ、泡立たなかったよ。泡立たなかったよ。ほんとだ。すごい。ねえ、なくなった。なに？小銭。うん、新しいのプレゼン。あ、鍵を入れてるやつを小銭入れにしてみたら？鍵入れがない。ゆかり、今まで鍵は何に入れてたんだろう。え？か。うん、そう、そう、うん、あれは、あれ、小銭入れとしてはね、不向きなんだよね。じゃあ小銭入れプレゼントするってば、新しいやつ。やだ、同じのがいい。そんなに嫌がってなくせに。あれ使いやすいんだもん。だって二代目だから。あ、やだ、汚いから使うなんて言ったじゃん。だってそんなことないよ。だって汚いからもう使わないでって言ったじゃん。あの時は汚く見えたかもしれないけど、今見たら可愛く見えるんじゃない？切ないわ。じゃあ新しいのプレゼントするってば。いいよ、他の。またなくしたら悪い。なんか可愛いやつ、あれがいい。青いの。あれでもね、4ドルぐらいだったよ。いや、ドル？うん、ドルなの？4ドル。え、中国、いや韓国だよね。うん、韓国はドルなの？いやでもなんか、そう、ドルだよね。へぇ、ドン？なんかね、違う、免税店みたいなとこで買った。なんだっけ、デューティーフリーで買ったからドルだった。デューティーフリーって何？なんかね、空港の免税店。うん。へー。そうそう。どうしてみんな一般常識よみたいな顔でゆかりを見るの？デューティーフリーで買ったからね。あれ？ 4 ドルぐらいだったからね。4ドルって何円？400円ぐらい。1ドル100円？今ちょっと単純計算してみた。へー。うん、じゃああれで。だから。あれ逆に高くつくな、往復の。あれがいいよ、あれがいいよ、あれがいいよ。他のじゃダメなの？え、前泉さん家にあるの何色？うん、ピンク？うん、それがいい。分かった、じゃあ、あ、代わりにじゃあムーミンものを差し出せば喜んで。嘘、うん、タレパンダじゃダメ？うん、タレパンダには何の興味も示してない彼女は。うん、ちょっと考えとくよ。本当？うん、うん、そしたら喜んで。うん、悲しかった。使ってないしね、あ、やつはあれを。あれなんか汚い。あ、砂糖だこれ。メールが砂糖まみれになってる。最近どんなことがあった？最近？うん。まだ話すのっていう。なになに？悲しげだよ、なんか。うん。全然気にしないよ。それも悲しいよ。あんなに進めてたのにどうして何も気にしてないの？それは意味がわからないから。でもほら、事故でしょ？あれほんとどこ行ったんだろう。あ、落ちた。何が？ウーロン茶。あ、違う、麦茶。麦茶。
違うの、今ね、これはメールをね、仕分けしてるから、うん、話を繋いでて。じゃあ、ひくべさん。なんでひくべさんなの？君が喋ろよ。だって別に最近何もなんかった。っていうかさ、どうしてボツのやつが混じってるかが意味がわからないんだけど。これボツでしょ？ボツだよ。うん。なんかやったっけ最近。会わなかったっけ？会ってないっけ？会った気がするのは気のせい？会った？会ってないっけ？気のせいか。気のせい。誰と間違えてるの？なんだすごい。誰と間違ってるのかな？田中玲ちゃんと遊んだ。たまたまご飯を食べた。アンプラグドライブどうでした？お二人。アンプラグドライブやりましたよね。やったね、うん、このメールはエロ。このメールもエロ。このメールもエロ。大変だったよね。大変だったけどね。なんかこう、ヤマトナデシコって改めていいなって思った。そうね。思って。これはがきはエロ。堀江優衣と田村ゆかりがいてのヤマトナデシコみたいなね。そうってヤマトナデシコって。そうね。どっちが欠けてもいけないみたいな。いけないね。あのね、心の支えだった。あ、そうだよね。ゆかりん？キープ。ゆかりん。ドキドキ。あ、あのね、あれもあるこれもキープ。何でしょうか。キープ。なくなった。ピザ来ないかな今。今この瞬間に来ないかな。これも一緒に30分かかる。もう終わったの？田中理恵ちゃんの話はもう終わったの？うん、終わった。うん。ゆかりは誰とも遊んで。ゆかり遊んで。ゆかちゃんだぞな。知ってる。なんだよ。明日買い物行くんでしょ？一人で。一人？うん。本当に一人？本当に一人。疑うなよ、そんなに。疑うさ。そりゃ疑うさ。一人。うん。うん。寂しくないの？寂しいけど行ってくれる人、行ってくれる人がいないからさ。明日は丸いだよね。丸いとセーブと。ハニーを誘ったんだけど、振られたじゃないか。誘ってなかったじゃん、最初。昨日ね。ピザー早かったね。ピザ頑張ったんだよ。あの人頑張ってくれたんだ。あの人が作ったのかな。だって26分とかだよ、まだ。ほんと？うん。近いんじゃない？こっから。そうなのかな？っていうかもう、ひっちゃかめっちゃかなんだけど、いらないものどんどん下に置いていけね。ねえ、ゆかりね、ハワイアンデライトっていうの食べてみたいの。食べな。いいの？うん。まず写真を撮ってじゃないの？でも一番美味しいのは絶対照り焼きチキンだよ。私もそう思う。あと、じゃあゆかりね、これ食べないとダメってね、怒られるの。うん。あのね、向こうでね、目をキラーって光らせてる人がいるの。パイナップルさ、避けづらくなってる。細かいから。避けるの？避けようと思う。食べよう。いただきまーす。ナス食べてもいい？いいよ。まずこっちよ。パイナップルでしょ、まず。まずナス。わーい！あん、いただきまーす。はぁ。ん？あっこい。おほ？うまい。全部食べろって今言った？なんで？なんで？おいしいってば！パイナップルの味する？うん。おいしいよ。みんな嘘だと思って、あと3つしかないよ。ハーフ&ハーフとかにしちゃったせいで。いいの？そこ君たち3人いるよね。1パイナップル。うん、ちょうどあと3つある。でもほら、ゆいも食べたいだろうし。私もいいよ。食べなよ。じゃあ私食べる。うん。お、チャレンジャーだ。嘘、うちいつもパイナップル入れてるよ。え、ほんと？そうか。うん、エロ博士。エロ博士も食べるであーる。食べます。パイナップル人気あるよ。そうだ。あと1個しかないよ。いいの？いいよってみんな。おはね、向こうにも持ってってあげないとかわいそうだよ。うん。こうパイナップルのやつと、うん。ここら辺をこう一緒に入れてさ。うん。ねえ、話進めなくていいの？ダメ。今日さ、メールがいっぱいあるからメール読む？うん。マイク触っちゃった。お！これまず言っちゃいますか？うん。うんとね、
ペンネーム、悪の口車大王さんからいただきましたです。ゆかりさん、ゆいさん、よかちゃん、構成作家のいちこべさん、スタッフの皆さん、こんにちは。俺らもスタッフ。俺らもスタッフ。うちらもスタッフ。お二人は、星空を見上げたりするのは好きですか？実は、7月16日に皆既月食が起こるのです。今回は月が地球の影のど真ん中を通過するため、欠け始めから再び満月に満ちるまで約4時間もかかるそうです。部分食開始20時57分、皆既食開始22時2分、皆既食終了23時49分、部分食終了翌0時54分。また、皆既月食になっても、地球大気の影響で、赤銅色に光るそうです。だって。むせた。だって。うん。うん。うん。見たい。見たいね。うん、これいつだろう？日曜日。日曜日か。どうする？どうしようか。あ、集まる？この、いつもの。メンバー。仲良し何人組？仲良し、3人組。3人って誰って誰って誰？誰仲良し。ポアロと、堀江優衣。いや、なんで？意味わかんない。いや、うちらで集まるか。そうだ、私たち、ゆかりとヨカちゃんの仲良し3人組は、うん、3人誰？もう1人誰？ 3人目は、永久欠番だから。そうなんだ。うん、私は君はポアロ二人と。俺もそっちの三人組入りたい。なんで？じゃあ、わしたちさんと仲良し二人組。うん。あ、それでもいいんじゃいいや。それで。あの、ギターうまい人。あれいいのか。あれそれでいいやじゃん。なんで？可愛いって言われたから。そうそう。ギターうまかったから。あれおかしいな。これでも見たいね、みんなで。見たいね。うん。うん。16日の夜かな？うん。うん。堀江優衣は絶対見ないと思う人。はーい。甘いな、みんな。ほら、もう、なんで？なんで？違う違う、甘いよ。私はね、結構、星空とか、月をね、見るタイプなの。なんで笑うの？なんで手を叩いて笑うの？ほんとだってば、見るの好きだって。絶対チェックするもん、空は。ごめん、これ今面白くなって。寝てないからね。もうすぐ24時間経つから、ね。面白くなってきててさ、ちょっと。うん、ごめんね。なんか、はいはい、変なことになってたらね、うん。別にいじめてるわけでもなんでもないから。いじめられてるわけではない。ちょっとおかしくな、面白くなってるだけ。うん。うん。そっか。集まる？めんどくさいね。なんだよなんだよ一番見ないじゃん。あ、違う。一人でだって見れるじゃん。一緒に見たくないのかやはり。だってうちとうちが遠い。遠いだって今の時間さ、うん、何よ今の時間は。うん、時間って？23時何分に終わるとかでしょ？うん。翌0時。嘘！帰れないじゃん。仕事じゃん。うん？その日は仕事じゃない。月曜日は、だって、うん。日曜から月曜にかけてってことだよね。じゃあ大丈夫。あ、そっか。じゃあこの日に、うん。ゆいちに泊まるみんなで。片付けが間に合えば。みんなで泊まっていいの？3人寝るとかあんの？みんな泊まっていいの？みんなあれだよ。最近さ、うん、あのさ、座布団の3枚、鈴木で寝てるって言ったじゃん。うん、あれがなんか辛くてさ、腰やっと気づいたの？なんかね、寝にくいの。朝起きるとね。よう気づいたな。うん、偉い。朝起きるとさ、もう、ぐったりしてるみたいでね。まだね、タオルの方がね、よかった。慣れじゃない？慣れかなぁ。でもさ、もう夏じゃん。うん。大丈夫だよ、タオルの季節が来るよ。うん。そうだね、タオルで大丈夫だよね。ゆいはね。みんなね。みんなですか？あのね、座布団下手にない方がいいって。いや、布団とか。布団とか、布団とか、布団とか。ベッドとか。ベッドない。嘘！ほんと。天窓のついた。うん。
千窓違う。千窓あの、レースのカーテン。うん、ないのマリー・アントワネットみたいな。レースのカーテン。だけ欲しい。ベッド嫌い。床に床にレースのカーテン。そこで寝るん。そこで寝たいね。何だからさ、ゆかりの家にいた時にね、うん、あれ久々のお布団だったのね。すんごいだって寝覚めが良かったもん。だから起きれたんだよきっと。そうかもしんない本当に。きっとそうだよ、うん、じゃあゆかりもそうすれば起きれるかな。ん？あ、うん。いつもタオルで寝てたら、うん、寝てて、うん、起きなきゃいけない時はベッドで。どん、ん？意味わかんない。そういうことじゃなくて、うん、寝ろよお前は。じゃあゆかりそうだよ。お布団に入ってそうだよ。3時にゆかり決めたんだから3時のお布団に入るって。お布団に入るでしょ。うん。退屈でしょ。寝る気ないじゃねえか。すごい退屈だからついつい聞いちゃうのよ。ポアロのテープ、ね、うん、聞いちゃうわけね。うん、今日ポアロのテープ2回聞いた。同じ話を。大ファンだ。もうなんか言えるもん。もう2回聞いたからね。そう、そうなのよ。そしてなんかヤフーオークションに入札してたことを思い出し。うんうん。あんまり欲しくないのに落札し。うんうん。そして今に至る。ほら、やっぱ寝た方がいいって早く。じゃあだから寝る努力はしてるんだって。うん。うん。何がいけないの？ね、早く起きないから。だってさ、仕事ない時に早く起きて何するの？私、テレビ見てる。なんで？テレビっ子。え、なんかさ、寝ようって思わない？あのね、でもそれはわかるんだけど。切られた。ごめんよ。ごめんよ。ここ狭いからね。狭いからね、このスタジオ。うん、何？あのね、一、うん、回起きて、うん、で、もう一回寝るのは、すぐ寝直すのはいいんだけど、一、うん、回起きちゃったらもう起きないと嫌なの。なんで？寝られないの、また。じゃあ電話とかかかってきて、うん、出ちゃったらもう目覚める？覚める。寝るときもあるけど、うん、なんかもう、寝れないときってわかるじゃん。うん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 、寝れるときはもうわかるけど、寝れないときわかるじゃん。うん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 、もうダメだと思ったら起きちゃう。で、そのままなんか押してる。ゆかりダメだ。18時間とか平気で寝れるもん。ほんと？うん。だって普段寝ないもん。寝てるよ？ああ。寝てないでしょ？寝てるよ、ほどよく。寝てるときね、見たことない。それ見たことないんだけど。いや、あのね、一緒に、いたじゃん、一緒に。うん。ああ、今キャンペーンとかね。うん。全然寝てないもん。ああ、そっかもしんないね、うん。だってゆかり昨日さ、うん、あのね、2回電話かかってきたのね。うん、1時ぐらいに友達からかかってきて。夜中？昼？昼昼。うんうん。でね、それは、ゆかり起こしてって言ってたの。ダメだ、自分ダメだって思ったから。うんうんうん、起こしてくれたんだけど、うん、ゆかりはそのこと覚えてなかった。今日電話で、昨日電話くれた？したよ、電話って言われた。ほいで、うん、今日行かれ朝10時になったら、もう急いで事務所に電話をした。それはなぜかっていうと、昨日、デスクの久保さんと話した記憶はあるけど、内容を覚えてなかった。ダメだ。で、事務所に何かを取りに来てって言われたのは覚えてるんだけど、うんうん、それは何なんだろうっていうので、うんうん、急いで電話をした。それはでもあるある。すごい急ぎのものだったら、困るもんね。困るって思って、うん、もうすぐ電話した、10時に。さ、これの台本。うん、違う。それはもう前にもらってた。違うのか。うん。びっくりした。自分に。私も、たまにでもあるよね。あるでしょ。たまにね。何のために事務所に行くんだっけって思いながら事務所に行く。うん、そう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 、うん。で、おはようございますって言って、今日何でしたっけって言うと怒られるから、うん、向こうから言ってくれるのって困ってるの。ゆかり言っちゃった、久保さん。昨日電話、くれましたよね。うん、したよ。すいません。何でしたっけ。ごめんなさいって。怒ってた？うん。寝ぼけてたの、向こうも分かってたから、うんうんうん、昨日。うん、やっぱし覚えてないんだ。そうだよね。私と電話したのも忘れてたもんね。覚えてないね、全然。夜中とかだった。夜中っていうか、寝てるとき。あのさ、声が可愛いときにはもう覚えてないの？全然。声が可愛いときって意味がわからないもん。って言ってるとき。じゃあ、何それ言ってるの、ずーっと可愛かった。うん、
強くてね。これはダメだなと思ったんだけど。うん、ゲームショーの時かな。そうそう。そうそう、それもある。それもある。それもある。もうか。うん、あと隣の部屋で起こした時もそうなったし。そうなの？ホテルで。そうなんだ。うん、全然。あ、そう。そうか。そう。寝れる時、寝るからね。ゲームショーの時、間の時間寝てたからね。そうだよね。そういう時に寝るんだよね。だってゆいが、うん、あの、みんな知ってる人とご飯を食べに行くから行かないって電話をくれたんだけど、寝てる。ってゆくべさんからも電話があったんだけど、うん、寝てる。そうそうそう。で、普段寝ないんだよね。うん。早く起きれば、早く寝れるはず。だから、早く起きて、何をすればいいの、うん、ゆかりは。一日もったいないじゃん。じゃあ起きなよ。違う。もったいないじゃん。違う。ぼんやりしてるのは、もったいない。お部屋の掃除したり。夜するもん。洗濯も。夜？夕方とか。じゃあなんだ？テレビ見たり、夜見るもん。読んだり。夜読む。外、街に出かけたり。出かけない。ほら、イカベさんもそうでしょ、うん、そうだって。早く起きて何してるのかわかんない。何そう、あのね、時間を持て余すの何をしたらいいかわかんなくて、うん、なんか寂しくなるじゃん。なるね。だから、うん、それなら寝よう。うん、それで寝ると私すごいもったいないね。QR 来て原稿書いちゃうもん。そう。QR 大好きじゃん。それからも QR に来て台本書こっかな。いいよ。A&G ルームって空いてるかいほんとね。うん。お疲れだってもう、いいとも始まったら起きなきゃと思う。いいともなんてもう全然最近、うん、見た試しがない。だってね、うん、仕事が夕方からだとするじゃん。うん、そしたら、それに合わせて起きるもん。うん。それでもわかる。16時から始まるから、うん、15時半に入りたいからって、どん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 遡ってって、逆算して。何時何分に家を出て、うんうん、何時何分に顔洗って、とかっていうのを遡って、うん、1時とかにしか起きない。おー。私16時なら11時に起きる。え？何してんの？そんなに早く起きて。もったいないじゃん。なんか、違う、あのね、なんだろうな、どうなってるので、薄ぼんやりこう覚醒しなきゃ嫌なの。待って、どうなってるのって何時にやってるやつだ？ 9時55分。早っ！からやってるやつで、だんだん覚醒してって、うん、だいたいもう11時半のニュースには起きてたいの。へで、いいともを見て。あ、株式なんとかとか見てんの ?12 ちゃん。株式見てない。嘘、あの、もう延々と青い画面にさ、なんか株のやつが出てるやつあるじゃん。トーレとか書いてあるやつあるじゃん。あれ見てんの見てない。嘘、あれ面白いよ。ほんと？見てんの？なんかね、たまにね、起きてたらもう見るテレビないから、うん、たまに見てるよ、あれ。あのね、あ、この会社なんか知ってる。プラスだ、プラスっていう、ただそれだけ。もう意味わからないから。知ってるのが出ると嬉しい。そうそうそう。そんだけ。そういうのを見てるのか。うん、ぼーっと見てる。はぁ。この。それは、うん、夜からの朝？うん、違うよ。一旦寝ての朝？寝る寝る。うん。学生時代どうしてたの？学校の時？うん。学校の時はだって起こされるもん。あ、お母様がそっか、起こすからか。うん。心得てたもんだって。何を？起こし方。そうだからね。見事だったもん、あれ。あれの友達もね、あんな風に起こしてくれなきゃ。うん。そうだね。だってね、電話一回して、ゆかり電話したよ、ガチャって来ちゃダメだよ。あれじゃ起きないね。私、隣の部屋の時3回電話したからね。うん。それでも起きなかったもんね。ずーっと喋ってたからね。うん。ゆいはね。そうそう。あ、起きてね、起きてね。壁叩いてみて。とか、なんかいろんなことを言ってみた。うん。言ってたの、そんなこと。3回目には怒り出したから、もうこれで最後にしようと思って。ダメだよ、そこで諦めちゃう。寝るよ、マジで。起き、切れ出したから。切れてないよ。あ、ちょっとしつこいのかなと思ってね。やめたら、また寝たんだよね。ダメだよ。うん。だってお母様さ、切れてもさ、ずーっと しつこくじゃないけど、ずーっと起こし続けてたもん。うん。うん。覚えてない？無理やり起こされるからね、こうやって。そうそうそう。引っ張り起こされる。そうそう。何の話でこんなになっちゃったんだっけ？うん、どんなっけ？健康、なんかあ、もう。
そっか。ああ、じゃあもうこのメールは、あれかなー。その後もいじめ読んだよね。かぶっちゃうんだけどさ、うん、これね、ペンネームないなともひろくん。山名子のお二人こんにちは。ところで、ゆかりんがほっちゃんの家に行くっていうお話ありましたよね。ひょっとして最終回に間に合わないんですか？僕はこの話を聞くのを楽しみにしていたので、ちょっと残念です。じゃーん！なになになに？泊まりに行ってません。理由は、堀江さんが片付けてないから、うん、です。今月中に行かないと、もんじゃ屋さんがなくなるから、今月中においでねって言ったのは嘘だったの？もうね、あのもんじゃ屋はなくなったね。嘘。うん。あの美味しいという噂のもんじゃはゆかりはじゃあ、もう一生食べられないままで。一回食べちゃうよりは一生食べられない方がいいよ。だってほら、一回食べてさ、すっごい病みつきになっちゃったら困るでしょ？逆に。というわけで行ってないですね。うん、でもね、頑張るから来てね。いや、行く気満々なんだけどさ。うん、え、今から行こうか？まずね、ミシンがいるんだ。なんで？布を作るのよ。布カーテンを作って、部屋を片して。いいでそんなの。わかった！タオルで寝る。ほんと？行っていい？どっちがいい？座布団とタオル。タオルで。タオルの方がいい？タオルでお願いします。そうだよ、座布団だってすごい疲れるもん。ぐったりするもん、次の日。タオルで。うん、じゃあタオルで。はい、タオルあるかな、うち。嘘普通のバスタオルでいい。タオルないの？タオルケットないの？タオルケットを言ってるの？私が引いてるのはタオルケットなんだ。じゃあ何？タオルケットじゃないの？毛布。違う。毛布はかけるものなの。バスタオル。よかった、でもバスタオルなんだ。ハンドタオルとか引き詰められてたらどうしようかな。とりあえずバスタオル。じゃあ一番ふかふかのバスタオルで寝て。バスタオルのバスの意味知ってる？堀江さん。何言ってんの？いや、もしかしたらご存知ないかなと思って。石川さんじゃよ、もう呼ばない。ねえ。あのさ、うん。近所にスーパーあるじゃん。あるある。タオルケット売ってるから。売ってるでしょ、それは。うん。うん。うちにもだってタオルケットぐらいは。出そうよ。出そうよ。これあんのかい。うん。出してよ。え、でもタオルケットはかけるものだから。かけるタオルケットはあるよ。じゃあ引くタオルケットを買おう。引くタオルケットいらないじゃん。タオルケット引くものじゃないの。こんなに妥協点見つけてるのに、僕らは。ほんとだよ。こんなに歩み寄ってるのに。なんで？あ、でもあの部屋はなんか引いた方がいいな、きっと。じゃ、タオルケット。うん。布団あるんでしょ？あるよ。布団引こうよ、じゃあ。布団引くためには、布団引くものだよね。布団引くもの、合ってるよね。合ってるよね。よかったー。布団、押し入れの前に置いてある、洋服入れてるのをどけて、うん、で、お布団出して、うん、で、圧縮袋から出して、日に干さなきゃいけないよ。うん。あ、でもうちあれがあるわ。乾燥機。乾燥機じゃない。何？布団乾燥機。いいな。うん。あれでふっくらするかもしんない。干そう。布団乾燥機でふっくらなるって言ってるのに。お願いします。なんで？あれ、ダニも一コロだよ。うん、でも干そう。一度は。なんで？干した後でじゃあ布団乾燥機を。うん？面白いから言ってんだよね。今、梅雨じゃん、干せないよ。面白いなーって、こう言うと面白いなって思って、言ってるんだよね。うちに来るならそれは全て真実。真実はいつも一つ。うん、ほんとほんと楽しみだね。はい。でもまず片すね。いや、もういいよ、一緒だよ。何が？片す必要ないよ。あ、折り込み引く。
いいね。あ、いいのかよ。引くものだよね。オリコンは引くものだよ。引く？オリコンベッドだよ。ふかふかだ。小池総合ベッドだよ。僕らは。それでいいなら、そうするよ。あ、じゃあ、オリコンの上にタオルを引くよ。うん。うん。したらもう、あれっぽい、ほんとベッドっぽいじゃん。どっちがいい？こっち。うん。読んでいい？おい。ローリング息子さんからいただきました。山名校のお二人、こんばんにちは。今日学校の中に、中の、あ、ごめんなさい。今日学校の中のいい友人に、俺たちが最初に交わした言葉ってなんだっけと言われましたが、答えられませんでした。いつも一緒にいると会った頃のことって忘れてしまうんですね。今はすごく仲のいいお二人ですが、最初に交えた会話って覚えてますか？予想でいくと、ホッチェよりゆかりの方が覚えてそう。何？何？あ、覚えてないの？なんだっけ、最初って。あそこで会ったのが最初ってのは分かるんだ。どこで会ったのが最初？ねえ。あそこはどこだろう？岩に。じゃあ、あそこでは会話交わしてないよ、多分。あそこではないよね。うん、だからその後でしょ？うん。あ、その後、写真？写真。写真撮った時？写真の時でも、すごい勢いで一緒にいなかったよね。だってもう、橋と橋にいたもん。いた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 。うん。そう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 、全然違うところにいた。真逆にいたよね、確か。うん、真逆にいた。うん、でしょ、うん、別にそれは別に何も差異があったわけではないんだけど、うん、別に普通に、うん、たまたまあんだけ人数いたからね、うん、そりゃなんとなくグループ何十人っていたからね、うん、え、待って、じゃあどこが最初、その次は何、柴戸くんだね、会話交わした、交わしてないよね、交わしてないね、私違う人とずっと一緒にいた、うん、ゆかりも多分違う人といたよね、え、待って、じゃあその次は、その次はね、もうあそこのスタジオ？スタジオだ。あの、地下の。そう。あそこで写真を撮ったよね。あー、写真撮ったね。うん。あの時の。DC キュートとかね。ドリカンクラブですね。15人いた時にね、うん。5人ずつの編成で、顔が可愛い子は DC キュート。面白い人は DC ハート。うん。うん、まあ、それ以外っていうかなんかこう、踊りとかをやる人、要員みたいなのは DC ビート。なんかそういう、分け方をされてた、うん、分かれてたね、うん、その時は分かんない、覚えてないよね、うん、じゃあその後、その後、その後って何、もうなんだかよく分かんないレッスン始まった時かな、そんぐらいか、でもね、ゆかりね、はっきりと覚えてる、ゆいと関わっためっちゃ一番最初に覚えてるのっていうのは、うん、クリスマスの時に、うん、あそこの地下のスタジオでクリスマス会やったじゃん。あの時だよね。あの時に、みんなが、ほっちゃんのことを、堀江様が座らないなら私たちも座れません。堀江様がケーキを食べないなら私たちはケーキを食べれません。堀江様って言ってた時しか覚えてない。それはあったあった。あったでしょ、うん。何やってるんですか、みんなとか言う。なんかね、スタッフとかもみんな、うん。そうそう、なんかそういうコントになってたよね。そう、あったあった。あれでも別に会話交わしたわけじゃなくない？そうだよね。その後でもさ、飲みに行ってさ。行った行った。あの、こないだ話した。そうそう。あの、ゆうが手を握ってくれた事件じゃないけど。あの時も話してないよね。でもさ、その後ゆうんちに泊まりに行ったでしょ？で、ゆうとゆいは、うん、なんだかよくわかんないなんか怖いゲームをやってて。そう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 。怖いのやだから寝る。会話交わしてない。よね。うん。交わしてないことはないんだろうけど、うん、覚えてない。じゃあその後だよね。その後ってもうさ、あのさ、なんだっけ。あれに、浅川さんが盲腸になった時。え、そんなに飛ぶっけ？違う？っていうかもうみんなには分からないことだよね。違う。どうしよう。こんなに私たちは一生懸命考えているんだけど。いるんだけどね。多分みんなにはなんだよ、そんな話。分からないよ。うん、最終回だからいいかな。あんま良くはないね。こんなのもあり。え、そうだね。あんまし覚えてないね。なんかでも、なんかさ、歌を、うん、あそこなんか、カラオケでさ、歌ったりしてたじゃん。してたしてた。あの時に、うん、マイラバを歌ってたのは覚えてる。あー。アリスを歌わさせられてたのは覚えてる。うわー、歌った。覚えてる。
高橋由美子？へぇー。違うっけ？違う。違うっけ？誰と間違えてるの？あれ？じゃあ何だった何だった？松田聖子。あなたに違うよね。なんだっけあれ。うん、割と、昔のじゃないやつだよね。ね、あなたに会いたくてじゃなくて。違う。その後ぐらいに。あなたに会いたくてかもしれない。めぐり。いや、あなたに会いたくてかもしれない。ほんと？うん。そうかもしれない。それぐらいかも。その時でもあんま覚えてないや。うん、ゆかりもありそう。歌わさせられてるなぁ。歌わさせられてたね。うん。うん。そんぐらいだね。それしか覚えてない。あとだってもうドリカン始まっちゃうもんね。あのさ。ん？あの、ドリカンのオリコンコーナー？あ、そのチャパラの、チャパラだっけ？うん、あれが終わったら。そうだね。うん。そうだね。うん。あんまし覚えてないね。で、会話、交わした会話が覚えてないよね。うん。たまに、なんかさ、うん、そうなの、だってね、たまに、あのさ、ガヤとかで一緒に入れてもらっても、うん、あの、天地の劇場版とかも、うんうん、あったあった。なんか、うちの事務所の人たちみんな、ご飯食べに行こうとか言ってたのに、うん、ゆいは一人で、私帰ります。途中で、スタ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 って降りちゃって、あの子来ないよね、飲み会とか、っていう。違うのよ、あれはさ、うん、あそこほら、私だけ帰り道が違うの。そうだっけ？うん。そうそうそう。みんなさ、街に出たじゃん？いや、それもおかしいな。私、街に出なくて帰れたから。それをちょっと、今ちょっと、ね、編集ポイントを作ったんだけど、その表現ちょっと面白いな。うん、そうなんだ。そうだからね。でもさ、別にいいじゃん。街に出たって帰れるわけでしょ。あの街に行くと偉い私遠回りになるのよ。そう？あの時はね、うん、そうなんだ。うん。そう、だからさ、ゆかりも別にそんなにみんなと仲良かったわけじゃないけど。うん。うん。行った？誰いたっけな？鳥海くんとか。あずかさんとか行ったよね。あずかさんとか。うん。うん。うん。そんぐらいか。うん。はぁー。みんなすごいなんか若いよね、あの時きっと。若かったね、あの時ね。いや、若かったよ、多分。これうちら普通に話してるけどいいのかな？これ多分さ、聞いてる人面白くない。どうする？違う、でも一生懸命メールに答えようとね。してるしてる。してたのよ。うん。ごめん。わからない。こないだあのメール可愛かった。何？森田ちょっと可愛いよね、テレ。あはははお姫様抱っこされてた森田くんね。そうだけね。うん。でもその後は、長塚京三をテレビに出せ。送ってきたけどね。意味のわからないメールになってたけどね。なんだろう。もういいよ、わからない。そうだね。うん。次。さっきも読んだかな、この人。ほんと？うん。リアル陽水さん。うん。ほっちゃん、ゆかりん。こんにちは、だなわ。こんにちは、だなわ。え？何？ちょっと聞いてください。うん、最近、うちの学校の前の自販機に、ミステリーゾーンっていうボタンがあるんですよ。それは、100円でジュースが買える代わりに、何が出てくるかわからないものなんです。うん、そこで5回やったんだけど、コーヒーのミニ缶とお茶しか出てこないんですよ。しかも、僕、コーヒー飲めないし。高校生サービス品って書いてるんですよ。今時の高校生がお茶やコーヒー飲むか。お二人はこれは騙されたって話ありますか？教えてください。高校生は飲むよ。ちょっとフォロー。ゆかりは飲めないよ。ゆかりは24歳だけどコーヒー飲めない。うん。飲めない人は飲めないし、うん、飲める人は高校生でも飲める。うん。うん。だって。でもお茶って良くないの？ね。嫌なのかな？あのさ、ハテナが書いてある自販機かな。たまにない？うん、たまにあるよね。でも私あんま遭遇したことない。怒りも、あ、うん、あそこにあるよ、あのね、うん、あそこ、セントラルの近く。今ね、そうかなと思ったんだ。なんか、あそこじゃ大丈夫ですよね、言ってもそれぐらいなら言っても大丈夫だよ、ね、変なのいっぱいない？変なのっていうか、あのさ、プリン、違う、バナナなんとかみたいなのとか。え？バナナシェイクだよ。そう、フルーと味が変わるやつ。ね、あのね、プリンシェイクめちゃうまじゃない？そんなことない。あれ美味しいですよね。あんまり見ないんだけど、プリンなの。うん、3回振ったら、うん、プリン、なんとかで、うん、いっぱい振ったら、プリンなんとか、なんとかばっかりやん。わかんないよ。でもなんか、うん。そうなのね。うん。あれ美味しいわ。それね、似たのに、似たのっていうか仲間に、イチゴのやつもあるの。あー、イチゴ美味しそう。イチゴプリンってことじゃなくて、うんうん、イチゴ。でもね、プリンの方が美味しい。ゆかりはプリンの方が好き。いちごミルクとか美味しそうじゃない？ね、そう、いちごミルクだ、多分。あ、本当に、うん、どこだろう、あれ、どこの自販機だろう、欲しいね。買ってみたいね。欲しい、欲しい。うん。
なんでもない。あ、ハテナのやつは何を入れてるの？基準は。あれ？売れないのを入れてるのかな？そうなんだ。そうだ。そうだよね。そうだよね。だから100円でいいのか。今度さ、ハテナのやつを見たらさ、絶対買うっていうルールを作んない？でも一人だったらつまんないじゃん、二人じゃない。そう、だから二人いるときに、ハテナの自販見たら、絶対買う。じゃあ二人でセントラルに行かなきゃ。ってことは、マジンかね。セントラルあんまし行かないんだもんね。マジンぐらいかね。うん。うん、だね。うん。そっか。行きますか？あ、違う、言っちゃダメよ。なになに？卵。ちょっともうみんな、もうみんな聞いてよ、卵の話を。うん。卵の話を聞いて。卵すっごいいっぱいあるんだけど。卵のハガキはいっぱいあるよ。まず、もうどんどん読んでいくよ。うん。ね、立川市の、たかしくん。うん。卵は2週間持ちます。以上。持たないよ。お前はさ、持たないし。はい、次。福岡市の、水木くん。うん。先週の放送で卵の話をしていましたね。一週間や二週間じゃまだまだ大丈夫だと思いますよ。大丈夫だと思いますよ。大丈夫だと思いますよ。誰か突っ込んでくれないのかな。続き気になって。僕の部屋の冷蔵庫には約3年7ヶ月前の卵があります。それは、どうやろう。しかも2個。そのうちの1個からは、変なものが出てきています。いやなんか黄色い物体です。捨てようと思ってるんですが、何か不思議なことが起こるかもしれない。と思って捨てられないんです。でもそのうちやばいことになりそうなので早めに処理したいです。一体中身はどんな風になっているのでしょうかね。ちなみに冷蔵庫には卵以外はほとんど何も入ってません。なんか怖いですから。それ黄色いものってヒヨコなんじゃないの？新しい生命が生まれてる。そう。怖いだよ、きっと。卵は持つんだよ、だから。ほっといたらヒヨコになるんだよ。いやいやいや、それは言うて、無性なんだから。あ、じゃあこれもそうなのかな。うん。あのね、野田市じゃないや。千葉県の洋平くん。うん。前回卵の話になって、ゆかりんは今ある卵を捨てたくないと言ってましたね。うんうん、そこでゆかりんにチャレンジしてほしいことがあります。うん、卵を1年くらい冷蔵庫に入れておいて、恐る恐る卵を出して振ってみると、カラカラと音が鳴るという話を聞いたことがあります。この話が本当かどうか実験してみてください。ただしこの実験によって卵は絶対に食べられなくなりますので、足からず。カラカラ。カラカラだろうね。それは不思議なことかな。カラカラの声が聞こえた。中身が干からびて。ね、割ってみたいね。カラカラを、カラカラさせてから。うちに置くのは嫌だから、気悪。なんでやね。危険って書いた卵を。実験中って書いて。うん。うん。卵爆弾。うちは嫌だ。じゃあ分かった、もう、キュアル冷蔵庫ダメなら、どっか置いてくよ。うわ。なんかスタジオのどっかに。てか目立たないとこにね。うん。え、福田さんちは？うちは、長谷川くんが、同居人が卵とか管理してるんで、僕はあんまり、うん。え、伊福部用って書けばいいじゃん。触るな、伊福部用。食べるな、伊福部用。近寄るな、伊福部用。実験中。いや、近寄るだろ、それは。近寄るぐらいは許してくれよ。うん。いや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 。そうやな。卵ダメだって2週間は。シャラップ埼玉県の、ペンネームは上。どこだ？タックくんかな ?TAK くんね。うん。卵は3日以内とか1週間でやばいとか言われてますが、それは違います！卵のパックに入っている賞味期限を書いた紙とかを見ても、産卵日から2週間は賞味期限です。ってことで2週間では死にません。っていうより、それで死んだら販売元とかに文句言えるそうです。冷蔵庫には賞味期限の紙も一緒に入れておくといいと思います。だってよー。ほうみんな聞いてる？まったくもう。で、もう一個、最後。小金井市の、Y と N くん。スーパーで調べてきたところ、意外にも、そこにあった卵の賞味期限は2週間くらいありました！まあ、卵の種類にもよるでしょうが、平均して10日から2週間くらいは大丈夫ですよ。ところで、ゆかりんは先週話してた卵はどうしたんですか？家にある。一つ言ってもいい？はい、堀江くん。
3週、3週間前でしょ、じゃあ。わかんない、3週間目だわ。ダメじゃん。先週2週間だよね。待って待って、あのね、日記を見ないとわからない。オムライスを作った日がいつかを、みんな調べてください。ゆかりの日記で調べてください。なるほど。そっから、そこで買ったから。そうか。うん。ダメだよ。だってね、ゆかり、うん、お母さんに昨日電話で聞いた。なんて？大丈夫だって言ってた。電話しよっかい？お母さんに。あ、じゃあ正しい正しい。電話しよっか？お母さんに。しますか？電話しますよ。いいの？そう。お母さん出るかな？これ出る。印象に残らないとね、田村家ではどんどん忘れてる。ピンポンパンっていうの忘れちゃった。大丈夫か？もしもし、はい、お母さん、あのね、今ね、放送中なんだけど、あのね、うん、卵さ、あ、ちょ、ゆいに変わる。変わらなくても大丈夫、今言っても。ほんと？喋って大丈夫なんだって。あ、ほんとに？うん。お久しぶりです。この間は、お世話になりました。元気です。ゆかりを大事にしてね。ねえ、お母さん、あのね、あのさ、卵2週間大丈夫よね。一週間？お母さん裏切ってる。いや、食べれるよ。ほら食べれるけど。うん。うん、大丈夫よ。なんで？お母さん、みんながね、みんながゆかりのこといじめる。いじめてない、いじめてない。なんで？なんかね、3日ぐらいで食べんといかんって。まあね。やっぱそうなんじゃん。いや、でもそういうのって不可能じゃん。ほら。だって店に着くまでもう3日ぐらい経つ。ほら、じゃあすでにそっから2週間でしょ、だって、うん、でもあんまり食べない方がいいですよね、2週間だと。生ではやめた方がいいかな。なんだよみんな。お母さんまで手際をしてる。10個パックがあるでしょ、うん、あれの5個はダメ、5個は OK。 嘘、本当に？嘘だ。騙された。でも大丈夫よ。ほら。ほらね。こっちなら大丈夫。なんで私の食生活。大丈夫やわ。違う、私はやらないんですけど、ゆかりさんが。あ、ゆかりは大丈夫。お母さん。ないじゃない。もうお母さんに用はない。嘘ばっかし。もういいや、ありがとう。お母さんデビュー？うん。何大丈夫？うん、大丈夫。ありがとうね。はい。はい、じゃあ。ありがとうございました。またね。またおいでね。はい。バイバイ、おやすみ。はい。どういうことだよ。面白い。食べれなくはないってことが分かったことで。ほら。ただ、ね、焼いてという。お母さん、昨日だって大丈夫？違うよ。今までね、運が良かったんだって。何の？運が良かったの。今まで大丈夫だったから、それは運が良かったの。これからも大丈夫だって。違うよ！間違ってる！なんで？運が良かったんだよ、今までが。なんでみんなでうなずいてるの？うん。しかも、うん。うるさい。そういう話じゃないから。じゃあ今ある卵どうすればいいの？それは1年持たせようよ。じゃあさ、今から言おうと遊び行くとき持ってっていい？うちで割るの？うん、ゆいんちで保管。あ、うちあるかもしんないな。ゆいんちだってあるでしょ。いつのかわからないだろう。ほら、ほらご覧なさい。ほら、じゃあ調べてみて。調べたら、うちに帰ってから見てみる、卵の子。うん、でも頑張って1年保管してみなよ。持ってきていい？日ある。もうドッパイないのに？そっか。ああ。うん。初日来たら？あ、そうだね。うん。明日さん食べてくれるしな。うん。ああ。そうしよう。うん。そうするかもしれない。でも多分自分で食べる。やめた方がいい。3週間はまずいって。だから3週間じゃないかもしれないでしょ？もういい、卵の話は解決した。食べられるっていうことで。違うって。解決してない。でも良い子の皆さんは火を通して食べてください。一応フォローをしておきました。まあ、最大限はね。はい。こんなものが届いてます。なんだろう。探偵ヤマトの
これ、これはなぁ。これ、読んであげて。本当？本当ですね。ペンネーム、サムソンさんから、桜市の、いただきました。ヤマトナデシコのお二人、こんにちは。初めてお便りを出します。先日、番組内でお二人がヤマトナデシコの探偵物の漫画を描いてほしいということを言っていたと思いますが、その回の放送を聞いた後、うちの近くの古本屋さんに行った時に、そんな感じのタイトルの漫画を発見し、購入したんでと、出社して送らせてもらいました。内容的にはタイトル通り、主人公、キャラ二人が探偵となって事件を解決していくみたいなものです。軽くエロも入っていると思うので、お二人にぴったりではないでしょうか。漫画の方は迷惑でなければそちらの方で持ってくださって構いません。第1話、モデルガンで戦っちゃう。パパ、まだ帰らないの？あゆみ。そうだな。誰か止めてくれないの？違う。さっきから野放しにされてるんです。これ、違う、これのね、説明をね。うん、探偵ヤマトナデシコ第1巻。っていう漫画がね、うん、平成3年に、出ておりますよ。出ておりますね。パクられた。パクられたね。平成3年にパクられた。うちらがもたもたしてる間に先越されたよ。ぼさっとしてる間に。ぼさっとしてる間にね。逆、逆、逆。パクられた。うわぁ。これはカタカナじゃん。そうだよ、怒りたちのは。カタカナにしたらヤマトなんだか、まだナデシコなんだか分かんないし。そうだよね。ダメダメ、カタカナにしたら。ひらがなだからね、怒りたちのね。そうだよね。じゃあどうする？探偵ってつけなきゃいいじゃん。ヤマトナデシコ探偵事務所だし。そうだよね。うん、名探偵ヤマトナデシコとかにする？犯人は、お前だ！違う、真実はいつも一つ。ダメじゃん、ダメだよ。ダメだ、ダメだ。怒られる。怒られる。それを。青山剛昌さんに怒られる。やばいやばいやばい。歌っててもダメ？ダメ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 。コナンじゃないからダメ。でもさ、これ二人組なのね。うん。こう女の子じゃないくない？男の人っぽくない？女の子なのかな？片っぽ男の人っぽいよね。でも胸あるよ。嘘。嘘。じゃあこれこっちがいい。あ、私もそっちがいい。うそーん、これどうする？どうするよ。これをどうする？それどうする？どうしたらいいの？アフレコ、アフレコ。だから、キャラクター二人ともこっちがいいから。かぶってるんですけど。私たち元からキャラかぶってるからね。うん。オーディションとか同じ役を受けるとかあるし、ね。うん、やばいからね。ブルーになるからね、かぶってるからね。うん。どうしたらいいの？それを。なになに？ん？女の子ですね。あ、ほんとだ。こっちの方が可愛いじゃん。よい、こっちでしょ。こっちいい、その人。これ面白いね、もう。面白いね。後で読もう。うん、読む読む。読んで、見なかったことにしよう。そうだよね。なんか、悲しいものね。大丈夫？大丈夫。今平成12年でしょ？今12年。9年も経ってるから。そうだよね。大丈夫だ。うん。別にパクったわけじゃないし。こちらはこちらはそう。てるからね。うん。探偵山田なでしこが。そう。うちらがボサッとしすぎたね。ボサボサしてたね。はい。それでは、いつものこのコーナーいきます？はい。うん。ゆいと、ゆかりの、エロコーナー。てれれーん。エロメールいっぱいあるねー。まずじゃあ、よかったねー。これから、うん。うんとね、先週さ、うん、エロ同人誌を作ってくれるって、家臣さんが。あ、言ってた言ってた。言ってたでしょ、うん、ハンドルネーム、ね、ホクホクさん。お。こんなに苦しいのは辛い。これ以上やることを増やしたくない。そう思いつつも、やはりこれは手掛けてみたい。ゆい、ゆかりの同人誌。というわけで、散々悩んだ末に、やりたいという思いが募ってきたので、同人誌を書く方向でいきたいと思います。お！だって。え、その人書いてくれるの？うん。あ、もっと詳しい情報が知りたいね。え、なんかできたら、欲しいよね。欲しいよね。どこに行けば手に入るのかしら。え、送ってもらって、送ってもらえるのかな。あ、ちょっとダメだよ。ダメだよ。恥ずかしいじゃん。事務所に送った。
事務所に送って。いないいないいない。事務所に。ただ同人誌在中とか書かないで。もう何事もないよ。何事もなかったかのように。うん、そうそう、普通に。うん。送ってほしいな。ね。うん。できれば。送ってほしい、うん。読みたい。見たい。うん。じゃあ、北国さんは、ロードは、そうね。何パーセントがいいかな。そうだな。なんか、北国さんっていう名前は、ほんわかしてるから、うん。90% くらい。ほんわかしてるけどね。ええ。うんうん。そのほんわかを生かしつつ、ええ。エロド 90% で。ええ。ええ。カシンさんも頑張って作ってる。らしいので。みんな今エロ度を増してるね。うん。うん。頑張ってください。はい。うん。もう一枚読む？うん。もう一枚どころかエロいっぱいある。そうだ、エロいっぱいある。どれがいい？うん。なんでこれ、これ読んでもいい？ん？なんかね、いいなと思ったの。うん。あれだな。うん。クルス川、ゆうさんからいただきました。おい。ゆかにほちゃん、よかちゃん、そしてこのコーナー担当の、いくぶさん、こんばんは。あ、なんだよね。ゆくべさんこんばんは。あ、合ってる合ってる。とりあえずこのコーナーにもメールを書いてみようと思いましたが、なかなかネタが浮かばず、ありきたりでオーソドックスな質問をしてみたいと思います。お二人&よっかちゃんは、男の人の下着はブリーフ派ですか、トランクス派ですか、それとも他にあればお聞かせください。また水着に関しても好みなんか聞けたらなと。あ、もちろんいくのめさんも自分のことを教えてくださいね。あー、うん、多数決を取ろうかな。多数決を取る、ね、じゃあ、うちらは、好きな方でいいの？待って、待って。まずはじゃあ、下着？うん。まず下着。トランクスかブリーフか。うん。じゃあ、トランクス派の人。はい、みんな目をつぶって。トランクス誰が数えるの？そうだ。トランクス派の人。はーい。声出したら分かってるか。嘘みんな手を挙げてる。みんな手を挙げてるよ。みんな3人とも手を挙げてる。あ、ほんとだー。あ、みんなトランクス派なのね。ほんとだー。お、マジ1。マジ1だね。あー。それはなぜ？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 うんとね、うん、トランクスの方が可愛い気がする。あー、絵とかね、うん、可愛いのありそうじゃない？そうそうそう。クマとか。うん。で、あのなんか変な、ダボダボ感がいい、可愛い。なんかさー、うん。服っぽいよね。服っぽいんだよね、うん。そうそう。なんか、普通の短パンみたい。うん。うん。それはいいよね。うん、服っぽい、ね。で、いいと思う。うんうんうん。うん。そうだよね。なんか恥ずかしいね。待って。水着ってね、種類って何があるの？水着。ブリーフ、トランクス、あと、あれですね。あの、サーフ系の、ちょっと長めの。あー。あー。ウェットじゃない、ウェット、はい、はい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 。あ、ウェットじゃない。うん。長いやつ。してる。あ、こういうやつか。スパッツ系の。あるあるある。あー。トランクスがいいじゃない。私こういうのがいい。私も。ピタッとしてるやつでしょ？じゃなくて、ピタッとしてないやつあるよね。何ゆかり、知らない、そんなの。ほんと、結構。こういう。そう。なんか、そのまま街歩いてても大丈夫。うん。見たことない。普通のなんか短パンみたいな膝ぐらいの。みんな着てる、そんなの。結構。履いてる履いてる。うん、どうして、ゆいは海に行かないのに知ってるの？これはどうして知らないの？テレビっ子だから。あー、おしゃれさんが履くんだ。だって、ゴーモリタがよく履いてるもん、ね。そう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 。海の写真。若い子？若い子、若い子。なぜギャングにバカ受け？そう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 。いつの人？うん。そうなんだ。そうそう。ごく長い子履いてる。うん。知らない、そんな。泳げるのかな、こういうのって。ね、溺れないのかな。ね。その下にまた履いてんじゃないの？あー。でも泳げなくはない。パレオみたいに女の子。あー、なるほどね。履いてる、嘘言ってるかも。え？男の人って水着の中になんか履く？水着の他にもう一枚、うん、履くの？知らなかった。知らないよね。そりゃ知らないさ、うん、今すごいびっくりした。衝撃の。知ってたの？知ってた。なんで？っていうか履いてない方が問題あるんですよ。いわゆるああいうトランクスみたいな水着だとしてさ、履いてないの問題あると思わない？でも履くなんて思わないじゃん。なんか大丈夫加工がしてあるのかと思って。あ、だけど、だけど、だけどくっついてんのあれ。
るよ、サポーターも一緒に。がくっついてるやつもある。ポロロにならない。ならならポロリってならないのあるの。それは普通に履けばならないけど。ポロリ。なんでみんな知ってるんだもん。いや、私も知らなかった。そうでしょ、知らないよね。なんかさ、サッカー部の人がね、うん、中に履いててね。そうそう。だから、なんか履いてんのかなと思って、水泳の人も。うん、へぇ、それも知らなかった。ほんと、うん、サッカー部の人。履いてるの。何してんの何してんの何してんの、え、更衣室、チラッ。やばいよ、やばいよ、シャワー室、のそっとか、そういう。やらないやらない。修学旅行の時とか、おなんでお風呂私が。やんないやんない。そうなの、チラッ、カシャッとか。カシャって。犯罪や、犯罪。そうなんだ、知らなかった。女の子も履くよね。女の子は履きます。あ、履くっけ？あれ？なんで知らないの？やばいって何？やばい！わかんない。履きます。履く？あります、アンダーショーツ。あるよ、うん、あるっけ？あります。ごめん、忘れてるわ、私。履かなかったの？履いたかもしんない。みんな履いてたら履いてると思う。スクール水着にはないけど。スクール水着にはない。あー、そっか、じゃあ私わかんないんだ。スクール水着しかだってほとんど着たことない。そうなんだ、うん。ほとんどって意味がわからないからね。1回とか2回とかは何起きてたんだって。ほとんどってもう全く意味がわからない。忘れちゃったなんか。そうなんだ。うん、わーなんかすごいね。多分だって一生わかんなかったよ。ここで聞かなかったら。そっかよかったね。すごいね、なんかオーソドックスなネタだねって話はしてたんだけど、うん、こんなになんか勉強になるとは思わなかったよ。だね。うん。あとなんだろう。なんかさ、知らないこと。ゆかりたち、女の子がわからないこと。なんか秘密はある？ない？なんだろうね。聞いてるのは男の人が多いから楽しくないのかな。楽しくないや、秘密なんてなんでもないから。楽しくないのかな。あのさ、ひげ剃る？うん、はぁ、あ、それがないの？不思議、不思議。そうでしょ？不思議だよね。ひげ剃る？あ、あわあわになってるの？あ、電気カミソリだからそういうのは使う。電気カミソリは泡はないの？ないんだ、壊れそう。あの、でも、なんかそういうジェルみたいなのあるけどね。肌使う人は使う。肌弱い人用にね。へぇー。不思議。裏伸びるからね。変なのー。持ってんの？カミソリ。え？ヒゲ剃り持ってる？ヒゲ剃りか、カミソリじゃないか。ヒゲ剃り。電気ヒゲ剃り？持ってんの？うそーん。なんかさ、変だよね。なんか、いつもさ、見てる人が、そう、中にいる人が、ヒゲを剃ってるんだよ。変なのー、なんかすごい違和感だ。違和感嘘ーっていう。うん。なんか見ちゃいけないところを見てしまうみたいな。うん。あるあるある。変な感じ。やだやだ怖い。なんで怖い。だってここにいる人たちみんなトランクス履いてないよ。怖い怖いよ見せるよって言って。セコハラセコハラエロ博士だけに。変だなぁ。さぁ、ちょっとじゃあ違うの言ってるね。パンパンで。あ、来た。来た。動くの？うん。うわぁ、すごい。そんなにちっちゃいの？これはなんか携帯用のやつ。なにこれ？マムシ、モーターが丸見え。そんなちっちゃいんだ。うわぁ！ないよ全然。うん、貸して貸して。どこどこスイッチ。うわーびっくりした。危ない危ない一旦落ち。あ髪とか危ない。危ない。くすぐったい。なんかすごいなんか。ジャリー。違う。ウィーンくすぐったいっていうのはすごいエロなんでなんでエロマネーみたいになってるの大丈夫かな、なんでアイドル的にはどこがこの音は大丈夫なのかな、いや持ってみてもうくすぐったいから、どこスイッチ、怖いよね、怖いびっくり、家帰れない時とかあるから時々僕は持ってるんですよ、ニューニュー面白いニューニュー、これヒゲはどこに入るの、本当だよね。どこに入るの？中？パカッと開けるとね。ん？いや、入らない！まだって、しゃあないよね。伸びるもの、うん。あ、そんな、あれなんだ。ブツブツで出てくるんだ。うん、つぶつぶで。へぇー。
変なの変って言われてもね。すごいね。大人だね、イコベさん。そうですか、うん、はい、イコベさんも男の子なんだ、ね。すごい健全な青少年なんだね。おかしい。ひげぐらいで。でも俺あんまりひげ濃くないから。これはもう仲良し3人組には入れない。なんでやねん。ひげ生えてるから。ひげ剃りを持ってるから。なんか変なの、怖い怖い。怖かった。面白かったね。面白かった。なんかちょっと大人になったよ。ねえ、びっくりした。大田区、星空のガーディアン男爵くん。はい。ほっちゃん、ゆかりん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。よく、うん、二の腕の柔らかさと、うん、胸の柔らかさは同じだって言いますけど、本当なんでしょうか、うんうん、僕は A カップより上の胸は触ったことないのでよくわからないです。特に、イクノベさん、結論を教えてください。A カップは触ってる。だね。誰の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 触ったの誰の触った、どこどこ二の腕ってここ、うん、うん。エコさん白い、本当に白い、エコさん。俺多分この中で誰よりも白いじゃん。悔しい。それ北海道だから白い。今日、趣旨変わってない、なんか。なに、気持ちいい。エコさんの二の腕。俺の二の腕が白いっていう話に変わってない大丈夫二の腕ってどこ、この辺、この辺、伊福部さんの胸触って、胸のどこ？そうだよね、胸って場所によって感触が違うよね。うん、二の腕もどこなんだろうね。あ、そうだね。大体こうやってる時とこう、あの曲げた時と伸ばした時で硬さ違うでしょ。そうだね。曲げた時のが。伸ばした時、うん。でも気持ちいいってことだよね。気持ち。あ、でも私も腕好きかも。なんか気持ちいいね。うん、もうずーっと揉んでるんだけど。二の腕を。一緒か。マッサージみたいな。一緒かな。一緒っぽい気もする。ぽい気もする。なんか、言われてみると、なんかそんな気がする。雰囲気がそんな感じだね。うん、ポワポワっていうさ、うん。そうだね。わかるわかる。今日はいろいろ勉強になるね。それ聞いてみたいね、でもね。うん。うん。これ、最後のエロかな。うん、こっちにもある。ある？じゃあ先こっち行く？あ、待って、どんなエロ？よくわかんないエロ。よくわかんないエロってね。あ、じゃあこっち先に行こうかな。うん。これもよくわかんない。これエロっていうわけではないね。うん、うん。静岡県。うん。最近僕はネットオークションにハマっています。うん。あまり高いものは買わないようにしていますが、うん。見ているだけでとても面白いです。うん。先日、話の種になるような珍しいものはないかと探していたところ、すごいものを見つけてしまいました。うん。なんと、堀江由衣。という人が、ID ね、うんうん、堀江由衣という人が、エロ博士が喉から手が出るほど欲しがっていたもの、そう、ガーターベルトを出品していたのです。試しに落札してみようとも思ったのですが、そんなものが送られてきたら家中大騒ぎになると思いやめておきました。が、まさかほっちゃんじゃないですよね。この番組を聞いている人なのでしょうか。それでは、あ、ごめん、ペンネームあった、トトくん、うん、ほっちゃんです。違うよ違うよびっくりしたわ今。嘘嘘、おっちゃんじゃないよ。てか、ねえ。ほんとかな、堀江由衣。まだ見れるかな、ねえ。ガーターベルトまず持ってないし。ガーターベルトってどんなものなの？見たことある？実際に。これ繋ぐやつ、うん、だよね。うん。あそこにあったの違うかな、下着屋さん。あれ、でもど、あ、ああ、セットのやつか。うん。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。なんかさ、絵を描くの？また絵を描くの？またその絵は乗るの？ん？それはどこに繋がっているの？こうなってます、ね。あ、そう、ね。そうなってます。ね、どうしてみんな知ってるの？それは俺はエロ博士だ。エロ博士だ。それは何？ストッキング？うん、あ、吊るすやつ。ここのことを言うの？うん、ここ、うん、バナだ。ここだよね。へぇー。スーパーレートになってる。スーパーレートって何？両方ともつける。あー、外したら意味ないじゃんね。ないよね。これ落ちないようにでしょ、うん、こんな。そう。要は二足。あー、そういうことね。へぇー。それがついてるの燃えたり燃えなかったりするっていう。へぇー。だ
売ってない。売ってないよ。まず持ってないし。こないだ買ったじゃん。買ってないよ。ごめん、みんなごめん。嘘情報ごめん。こっちのファンごめんなさい。すいません。謝ります。本当に謝ります。嘘情報です。本気で怒らないでください。改めてそう言うと、みんな本気だと思う。どうしたらいいのじゃあ。買ったことにしようか。勝手に出したことにしようか。それじゃあ値段上がんないかな。上がるかな。上がるかな。いや、上がる上がる。ゆかりがまず入札するもん。でもさ、何もっとガーターベルトだとお姉さん系の人がさ、きっと好きなのかなって思うからさ、うん、小娘だと下がるかな、値段。ああ、どうだろうね。うん、天神ああ、これ私の。拳銃がついてるからっていうだけ。拳銃どういう人が履くの？どういう人が着用するの？そういえばそうだね。うん、履いてる人見たことないよね。うん、いや、そりゃ見たことないよ。見たことないだけで履いてる人いっぱいいるのかな？そうなのかな？こんなの急に渡されたらどうやって履いたらいいかわかんないよね。いつ履いていいかわかんない。うん、見せれるようなのかどうかもわかんないよね。まあ、見せていいもの？見せないね。見せないでしょ。え、でもこんな面白いもの見せたいじゃん、なんか。チャイナドレスからチラッと見えるものなんじゃない？ああ。いや、それはないでしょ。もう意味わかんない絵になってるよ。チャイナドレス売ってたよ、この間。あ、チャイナドレスかわいいよね。かわいいね。なになに？チャイナドレスを描いてみる。いや、いいよ、描かなくて。ここからこう、チラリと覗くわけでしょ？ああ、なるほどね。うん、なるほど。もう一個。もう一個あったよね。あった。うん。これだ。ペンネームリアル陽水さんからいただきました。おちゃんゆかりん、いくのべさんとよっかちゃん、こんにちは。ずっと疑問だらたんですけど、ずっと疑問だったんですけど、体育の水泳の時、男子って結構裸体をさらけ出しているけど、女子ってどうなんですか？僕たちは授業が終わると、剣道場ですっぽんぽんになってマイモマイムをなぜか踊ってます。なんでマイモマイムなの？皆さんはこういうことってありませんか？ねえ、いくのべさん。いくのべさん、マイモマイム踊る？裸で体育の水泳の授業の時って裸体をさらけ出してないですよ。終わった後とかね。おかしいじゃん、そんなやつ。問題になるから。確かに。着替えの時ってことかな？そうだね。で、着替えの時前も前も。踊らないし。前科の方？いや、踊らない。踊らない。前科の方って。踊らないし、あんまりそんな裸体さらけ出さないけどな。恥ずかしかったからね。じゃあ着替えの時ちゃんとタオルとか腰に巻いて、その中で。あ、あれやってた？パチッパチって止めるタオル。ドラえもんとかの。あったあった。あれは、持ってる。あれはブルーチーズ。持ってるの？持ってる。私、これ持ってない。ないかな。それはもうないんだ。あった。ほんと？うん。なんかタオルで、タオルの先のところにゴムがついてて、こうなんか腰に巻けるようなやつとか使ってる人はいたけど、俺は別に普通、大体の人は普通に着替えるときは着替えるけど、別に、踊ったりは、前もね、あと、友達のパンツを盗んで放り投げたみたいな。そういうことはやるけども。意図的にずり下ろす。そういうことはやるけど。あー。楽しそうだな。楽しそうかな。うん、いや、投げられたら嫌じゃん。嫌だけど、ね。全裸で走って、ここに行かなきゃならないからね。そいつは。なんで別にタオル巻けばいいんだよ。いや、じゃあタオルも投げる。なんで、誰か貸してあげればいいじゃん、タオルを。取れたらもう貸さない。うん、だからそっちの方が面白いからね。貸したら自分も同じ目に遭うからね。女子更衣室に投げてみたり。女子更衣室からキャー言われたり、汚いって言われたりするの？そう。あと、着替えたパンツを更衣室に忘れていって、うん、で、次の授業の時に先生がやってきて、このパンツ忘れたやつしかも言われたりとか。うん、うわぁ。言われたりとか、そういう毎日。毎日？エブリデイ。エブリデイ。そうなんだ。じゃあ、マイムマイムはみんな踊らないのね。うん、踊らないんだ。誰も踊らないよ。女の子だからね。うん。着替えの時普通だった。あれも別に。タオルとか巻いて。タオルもわかんない。堂々と着替えてたかもしれない。あ、ほんと？私結構巻いて着替えてた。うん。体育の時とかさ、コンクラだったから、コンクラ？男女混合のクラス。女子クラスとかじゃなかったのね。でもね、みんな同じ部屋で着替えてたよ。高校の時。高校で？うん。高校なかったの、さすがに。男の子ね、5人ぐらいしかいないんだもん。あー、それは男の子かわいそうだな。堂々と着替えてたよ。ほんと？
そっか。うち高校はさすがに別だった。まあ、水泳は違うけどね。普通の体育でもね、うち別だった、うん。そうなんだ。うん。中学とかも別だった。小学校はね、一緒だったけど。うんうん。嫌だったもん、なんか。ああ、まあね。小学校でも別だったよ、うち。え、ほんと？うん。カリム小学校、水泳？体育か、うん。体育は一緒だった。体育も、プールも一緒だった。プールも？うん。着替えるとき。へぇー。だった。そうなんだ。うん、へぇー。懐かしいね。懐かしいね。プール行きたい、プール。プール行きたいよね。うん、え、待って、タオルとか投げない？ゆかりの。投げないよ。嘘ついてる時の目だ。投げる時の目だ。投げないよ。ゆかりの水着とタオルを投げる時の目だ。パンツとね。タオルね。あれ？そうだっけ？投げないよ。投げないよ。そんなことするわけないじゃん。行こうよ。早く行きたいね。波のあるプールに投げてこう。波がふかーん、ふかーんってこう回ってるみたいな。嫌な感じだ。エロコーナーの最後がこんな話だよ。楽しかったね。はい、楽しかったです。うん。そして、さて、今週は何をしよう。ドキドキの感想が来ています。うん。ゲームの達人くん。うん。お。質問ですが、もう全部読むね。桃色2ソング、ドキドキ完成おめでとうございます。馴染みやすい旋律で軽快なリズムが良いですね。うん、桃色2がここだけで終わってしまうのはもったいないと思いました。うん、3曲完成させて、インディーズでデビューとかしてほしいです。やっぱダメかな、うん、作詞ですが、イクノベさんがされてるんですね。ドットアイのキャラクターからは想像できない内容で、すごい人なんだなぁと改めて思いました。ここで、作詞家イクノベさんに質問があります。サビの部分で、聞こえるでしょ、胸のドキドキ、恋の BPM 上がり続けると聞こえるのですが、BPM とは何でしょうか？歌詞が間違っていたら正しいものをお願いします。それではこの辺で。恋のはないね。うん、BPM 上がり続ける。BPM 上がり続ける。うん。何って。BPM ですか？うん。音楽のリズムの速さですね。うんトゥーミックスのアルバムとかそういうタイトルついてますよ。本当？うん。BPM が、うんうんうん、数が多いほど速い。あー。なるほど。これで多分。あーじゃあ、ドキドキしてるってことだ。そう、BPM。うまい！うまい！これで100ぐらいかな。ゆかべさん、すごいね。いやいやいや。そうですか。ありがとうございます。君は作家に、作家みたい、作家になれるよ。今向いてるって言いかけたのに、なれるに変わっちゃった。なれるよ、きっと。うん、夢は信じて。頑張る。思いがね、変わるかもしれないから、ね。思いはきっと叶うよ。叶うかもしれないから。うん。聞こえた。ですね。ペンネームトトさん。はい。あ、さっきも読んだかな。ありがとうございます。ホチェンユカリンスタッフの皆様、こんばんにちは。それでは早速ですが、ドキドキの感想、すごく気に入りました。下曲もいい感じです。特に、本当にイクノベさんが書いたの？と疑問を持つくらい可愛い歌詞に驚きました。さすが、サッカーを目指してるだけのことはありますね。見なさいよ。今回のは、まだデモテープだそうですが、完成した曲、アンドヒーロー飛行車も楽しみにしているので頑張ってください。全員かよ。そこが言いたかったのだけで選んだもん、これ。泣くぞ。泣かないで。ごめん。イカリ、その気持ちよくわかる。ごめん、泣かないで。だろう。ごめんね。いや、おい、ゆかりは、ゆかりさんが大好きだ。俺はもうゆかりが大好きだ。大好きだ。胸の BPM 上がり続けてるよ。もう大好きだ。ああ、もうありがとう、ありがとう。もうほんまに。もう I love you! ええ、いや、僕は書きましたよ。ほう。うん。うん。だから言ったじゃん、うまいって。うん。素晴らしい。ありがとうございます。おう。まだね、うん、使ってない詩とかもね、実は。そうだね。あるね。一番初めに書いたやつとかね。あれいいね。うん、あれいいね。うん、あれをいつかね、うん、曲にね。ねえ。桃色2でね。桃色2でね。うん。できたらいいですが。はい。うん、私たち名前、自分たちの名前が決まってませんよ、桃色2の。そうなの。
これだけど、聞いてる人はもうすでに何分あるか分かってるわけでしょ。そうだよ。ゆかりたちはまだ先が見えないから。見えないから分かんない。今編集されてない時点で1時間40分。いや違う、ドラマが入ってないから。あ、そっか。まだドラマやんなきゃいけないのは解決編。そうだよ。っていうか、ゆかりは帰れるのか電車で動いてる時間に。そうだよね。はい。うん。いや、みんなでまたカラオケで夜中過ごさないといけないのかそうか。いけないのか、あれでね、読みますよ、うん、じゃあまず名前から言おうね。ゴミと名前があるでしょ、うんうんうん、これ読んでもいい？いいよ。私がちょっと見つけたやつ、うん、陽平さん、あ、しまった、いっぱい読んでるかもしれない、うん、ですね、ほちゃん、ゆかりん、おはこんばんにちは。ももいろ2の名前を電車に揺られながら考えたので送ります。うん、9月生まれのほっちゃんは、長月さくら。で、2月生まれのゆかりんは、きさらぎかれんなんてどうですかっていうおはがきじゃない、メール。あー、なるほどね、うん。ちょっとね、そういうのが絡んでた方がいいのかなとか思いつつ。うんうんうん、うんうん。なるほど。これはぼっちでいいかな。いいかなって今は決めるなよ。じゃあこれをいきます。うん、ペンネーム、ホットステップバンジーダイブくん。ももいろ2の名前を考えてみました。うん、ほっちゃん、ゆいももか。ゆいは、唯一のゆい。口に、うん。ゆいとしきのゆいね。キララでおなじみの。うん、おなじみのね。うん。うん、ゆかりん。ゆかりとうこ。紫って書いてゆかり。というのはどうでしょうか。うん、なるほどね。これ、ゆかりとゆいっていいね。苗字にするの？いや、下の名前でも何でもいいけど。下の名前そう。あれ、ダメ？何の今会議？あれ？あ、ごめん。ごめんね。でもいいよね。うん。そこにあるの？あー、ももか。と、トウコ。うんうん。トウコっていい名前だなぁ。うん。で？他は？あとね、じゃあこれかなぁ。あと読んでないよ。ペンネーム。はい。ピューティアさん。はい。モモ2のお二人、こんにちは。こんにちは。お二人のお名前を考えさせてもらいました。ほっちゃん、アクア。うんうん。ユカリン、ミルク。ほうほう。どうでしょう？ミルクね。うん。濃いね。ミルク可愛いね。うん。うん。アクアは？アクア、もう一頑張り。で、語尾。語尾も一緒に考えてくれてて。うん。アクアは語尾にクーというのが特徴。うん。ミルクは語尾にミルというのが特徴。うん。ミル。こんにちはクー。こんにちはミル。お腹が空いたクー。それいいね。お腹が空いたミル。眠いクー。クーいいね。なんでそうハマるのクーは。なんでそんな食いついてきたの。いやなんか、いやお腹が空いたの時もクーって使えるし、うんうん、ただそれだけ。なるほど。うん、なるほどね。で、じゃあ次。ほう。ハンドルネーム、ハートブレイクキットくん。はい。ゆかにゃん。モモのキララ、もしくはカレンちゃん。ユニャン、モモのミルク、もしくはモモのクルミちゃん。あー、ミルク来たね。ミルク来たね。逆だけどね。うん。クルミとかはまずくない？あの、サクラもそうだけど。既存の、まあ、うん、意識しなければ、ね、うん。ミルクとクルミって可愛くない？いや、どっちも君の名前なんだ。どっちも君の名前なのだけれども。ミルク、クルミ。どうする？今日決めないと決まんないよね。そうだよ。どうしよう。なんだろう。セリフが思い浮かばない。あ、またアクアがあるね。うん。三日神ほむらくん。うん。ゆかりんがピーチ。ほっちゃんがアクア。うん、アクアってどっから来てるの？もしくはゆかりんがチェリー。うん。うん。だって。アクアってどっから来たんだろうね。わかんない。あ、服のイメージからだって。水色。なーるほど、うまい。そうか。でもさ、カタカナの名前ってちょっと嫌じゃない？そうだね。うん。気恥ずかしい？うん。じゃあ、ひらがなで。いや、そういう。うん。なんだっけな。名前のやつある？うん。通り過ぎていった。どうしよう、名前決まらない。どうする？だ
って今までのメールがいく。どうしよう。決まらないよ。気になったのは？なんかもう全部可愛い。ね、やっぱ全部可愛いよね。それはもう。ね。うん。これはね、宿題。宿題。宿題にしよう。そうしよう。はい。うん。できたー。よね。今週の重大発表。なんと。うん。あのさ、いや、イカリは信じてたんだけど。うん。続くって思ってたんだけど、ね。そうだよね。重大なお知らせがあります。はい。今回。まだ言ってない。怖い。何？今回で、この、ヤマトナデシコ、脱ヤマトナデシコ宣言が、13回目を迎え、終わることになりました。縁も竹縄なのに？そうそう。縁も竹縄ではございますが。誰のせい？そうそう、ね。運命だね。うん、運命だね。もう私たちにはどうしようもできない運命だね。どうしようもできない力がね。いろいろ働いてしまったね。うん。まあいつか、戻ってきたいね。そうそう。うん。と、勝手になんか思える。うん。なんか戻ってくるような気がする。またやってそうでしょ？うん。やってそう、やってそう。なんかそんなに気にすることないのかなーなんて。うん、まあ、まめに、チェックをしてください。すぐあるの。うん。うん。そうそう。だね。うん。それではそろそろ、はい。ラジオドラマの、誰が犯人なのかなー誰が犯してるよ知ってる知ってる。はい。ラジオドラマ、ヤマトナデシコ探偵事務所、回答編。私、犯人分かっちゃったんですけど。何元キーウエストクラブみたいなこと言ってるの？この小松さんの台本見てくださいよ。いや、だからそれがどうしたんだよ。俺たちが使ってる台本と変わってないじゃん。そうです。変わらないんですよ。言ってる意味がよくわかんないんですけど。だからおかしいんです。この台本が私たちの使ってる台本と同じ状態だってことが。さっぱりわかんないんですけど。いいですか？小松さんはミキサー宅が濡れないように自分のラムネの下にこの台本を敷いていたんです。確かに小松さんは結局ラムネをこぼしませんでした。でも、直前まで冷蔵庫で冷やしていたラムネです。当然私たちが番組を収録している間に外気に触れて瓶の外側に水滴がつくはずなんです。ああ、なるほど。瓶に水滴がつくと下に敷いてあった台本は…そうなんです。濡れて、字が滲むはずなんです。なのに、この台本は、綺麗なまま。これはどういうことでしょうか？それはつまり、小松さんが飲んでいたラムネは、冷やされていなかったってことです。いや、そんな、だって6本まとめて冷蔵庫に入ってたはずだろ？そう。冷蔵庫には6本入っていた。しかし、小松さんの飲んだラムネは、冷えていなかった。それどういうこと？冷蔵庫で冷やされた6本のラムネ。その1本が急激に温まったとは考えにくいでしょ？では、なぜ1本だけ冷えていなかったのか。それは、犯人の手によってすり替えられたと考えるのが妥当でしょう。すり替える？そうです。犯人はあらかじめ毒の入ったラムネを持っていて、スタジオで配るときにそれを小松さんが買ってきたラムネとすり替えたんです。そんな、ということは。そうです。このトリックを使えた人間は、この中に一人しかいません。あらかじめ、今日小松さんがラムネを買ってくることを知っていた人物。それは、立石さん、あなたですね。そんな、まさか。私？ゆきちゃん冗談でしょ？確かに、今日小松さんがラムネ買ってくるのは知ってたけど、けど、でも、私犯人扱いされたら困るし。立石さん、あなたは小松さんに言われ、冷蔵庫にラムネを取りに行った時に、一本だけあらかじめ持っていた毒入りラムネとすり替えたんです。そして、それを何食わぬ顔で小松さんに渡す。そんな。立石さんのミスは、冷蔵庫で毒入りラムネも一緒に冷やさなかったことですね。確かに、誰が開けるかもわからない文化放送の冷蔵庫に、青酸カリの入ったラムネを入れるのは抵抗があると思いますけどね。だけど、ゆきちゃん、証拠はあるの？
残念ながら、今私の手元にはありません。なら。でも立石さん、今あなた自身が証拠を持っていますよ。え？すいません、イクバさん、今日立石さんが持ってきたその紙袋をこちらに渡してもらえますか？え、どれ？その黄色い紙袋です。あ、これ？よし、重いなこれ。はい。ありがとうございます。立石さん、今日はあなたはたくさん買い物をしたと言ってましたね。うん、言ったけど。しかも、全部 T シャツだって。しかし、この袋、T シャツにしては、随分重いですね。え？それは中に、これが入っていたからじゃないんですか？あ、袋の中からラムネが。あなたがこの袋を床に置いたときに、ドンという重い音がしました。T シャツが入っているはずの袋から、まるで重いものを何かに叩きつけたときのような音がしたんです。それで私は、ピンときました。立石さんがラムネをすり替えたんじゃないかって。ゆきちゃん。わかった。白状するしかなさそうね。私が小松さんを殺したの。私もっとこの夫愛を続けたかったから、小松さんに何度も交渉したんだけど、でも小松さんなかなかうんって言ってくれなくて、それで。立石さん。私たちのために。立石さん。でももういいんです。私自首します。トリックは今、ゆきさんが言ってた通りです。それじゃあ、立石さん。びっくりした。どうしたの、ゆりかちゃんいきなり。真犯人がわかったの。いやいや、だから今自供してるじゃん。そうじゃなくて、本当の犯人ですよ。いやいや、ですから、立石さんが。違うってば、ザクロベさん。いや、胃もなくなっちゃったのかよ、俺の名前。なんかおかしいと思ったのよね。話がスムーズに展開してるから。何言ってるの、ヤマトさん。まず、最初に変だと思ったのは、どうしてすぐに他殺だってことになったのか。確かにラジオ番組の本番中に絶命するなんて、殺人事件にはありがちよね。しかも、ユリカたちは10ヶ月前に似たような体験をしてる。でも、例えば、心臓発作による事故死とか、自殺とかって可能性もあるはずでしょ？小松さん、あまりにも長い私たちの番組を編集するために、すごく疲れてたみたいだから、死にたくなったなんてこともあるかもしれないしね。いや、だけど。だけど、この中に一人だけ、心臓発作による事故死や自殺じゃ困る人がいるのよ。それは。それは？それは、ユキ、あなたね。え？なんで？そりゃ、事故死や自殺じゃ、探偵ヤマトユキは活躍できないからね。例えばこの事件。ユキ自身が小松さんが倒れてるのを発見して、他殺と断定して、薬物検査して、トリック見破って、全部一人でやってる。おかしいと思ったのよね。ユキがそんなにテキパキできるはずないじゃない。大方ヨカちゃんに、このままじゃ探偵事務所やらないで夫愛終わっちゃいますよ、やりましょうよ、とかでも泣きついたんじゃないの？そんな、どうしてそんなこと言えるの？まず、小松さんの死因が薬物中毒によるものだってことを断定するのが早すぎるわよ。ユキ、あなた死体を見るなり、完全に毒が回ってるみたい。すでに心停止してます。だもん。いくら、ユキが薬科大学出身だって言っても、断定にはもう少し時間をかけるべきよね。だけど、それだけじゃ。それだけじゃないわよ。ユキはどうしてヨカちゃんの黄色い紙袋にラムネが入ってるってことわかったの？それはだから、立石さんが紙袋を床に置いた時にドンって音が。ヨカちゃんは、あの時3つの紙袋を一度に床に置いたのよ。それなのにどうして黄色い袋だとわかったのかしら。確か、ユキは育野部さんが。いやもう、じゃあそれでいいや名前。どれって聞いた時に、迷わず黄色いやつですって答えたわよね。それはどういうことなのかな？はじめから黄色い袋に入ってるってことを知ってたんじゃないの？いや、それは。何よりも、そんなユキの穴だらけの推理を頭のいいヨッカちゃんが簡単に認めるとは思えないしね。だけど、それは。ユキちゃん、もうこれじゃ無理だね。小松さん！諦めようか、ユキちゃん。そんな。せっかくこの夫愛でヤマとヨキが大活躍して終わろうと思ったのに。だいたい設定に無理があるのよね。ヨッカちゃんが夫愛が終わるくらいで小松さんを殺さないでしょ。何が今回は本物の毒で本当に人が死んでるってことよ。ダメだったか。そうよ、
確かにこれは、私と立石さん、そして小松さんで考えた嘘殺人事件でした。なんでそんなことしたの？なんでって、エロクベさんがドラマ書いてくれないからですよ。エロクベで自分。やっぱ、夫愛でもドラマやりたいじゃないですか。そ、じゃあ、探偵事務所がやりたくてわざわざこんなことしたの？うん。ゆき、ちゃんとみんなに謝って。ごめんなさい。ちゃんと罰ゲームもあるからね。あ、そんな！何しようかな。一週間サーモン抜き。それは罰なの？じゃあ二週間前の卵生き延び。それは死ぬから。死なないよ。死なないよ。死なないし、罰ゲームしないし。十ヶ月ぶりに私たち大和なでしこ探偵事務所を襲った事件のすべてなのでした。さて、私たちはいつになったら本当の事件に巡り合うのでしょうか。あしからず。台本どこだ？どっかあいのね。いやわったよ。はい。楽しかったね。探偵事務所。そう？うん。ふわお。やっぱり仕組んでる。楽しい。罰ゲームで。なんで？サーモン抜きか生き延び。卵。卵持ってこいよ。いらない。サーモン抜きで。卵持ってこようか。もうサーモンだって一週間とか経ってないし、普通に。持ってこようか。うん、うん、卵。5個ある。うちにもある。5個ある。5個もいい。5個ある。死ぬから。死なないって。死なないって。死なない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 。やりにくいんだよね。何が？なんか、自分の口調にした方がいいのかなとか思っちゃうから、うん、なんか自分の中でキャラが中途半端。あー。私もね、事件解決するの初めてでしょ。解決はしてないけどね。したした。見事見事。してない。中途半端ゆかりの中では。そう？うん、そんなん言うなよ。作家が。うん、わし缶詰になって買い取んねんから。水からね。おお、面白かったー。面白い。イクノベさん、エロクベさんのツッコミ面白かった。俺の話かよ。もうエロクベさんの今日面白かった。すごいね、面白かったね。またみんなでやりたいね。そうね。うん。今度はほら、30分探偵事務所。Oh no！ いらない、いらない、いらない。ギャラ出ないのに。毎回、天才作家。頑張れ。ギャラ出ないけどね。出ないよ。ラストイベント回しすぎだけど。いや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 。まあ、あれ書いててすごい面白かったけど。それ何？ゆかりもわかんないけど、そうなんじゃないの？夏のイベントなんかいっぱいあるんですよ、僕。回しすぎ？そうなんだ。いいね。私たち、大和なでしこではないよね。ない。イベントないね。勝手に何か違うことはやってる。やってる。あ、やろうやろう。黙って路上ライブ。黙って勝手に。うん。個人的に。個人的にやろう。趣味で。そうね。うん。はい。お二人に。そうそうそう。どうければいいの？というわけで。はい。以上大和なでしこ探偵事務所でした。最終回。はい。なでしこ探偵事務所最終回面白かったね。最終回じゃないよ。大和なでしこ。はい、大和なでしこ。ザッツ大和なでしこ宣言、そろそろおしまいね。これはおしまいだけどね。今週は、うさいな。今週は、何話すの？嬉しい。うわ、エロ博士。良い香りよ。いい匂い。すごい。13回しか行けない。まあ今日はね、この後で声優門で仲入りを。そうだね。私たちは仲入りをします。後編に向けてね。ええ。頑張っていこう。仲入りをね。うん。大和なでしこ探偵事務所、R を。ビターンね。うん、立ち上げるために。うん。ね。頑張ろう。はい、はい、今週は、うん、おはがきとメールを読まれた方全員と、うん、それ以外の方にも合計で50人に、うん、大和なでしこ特製絵はがきを差し上げます。差し上げます。現在22枚読んだ、うん、読んでる。あ、今日いっぱい読んだね。でもね、うん、おめでとうございます。これさ、あのさ、切られたらどうしよう、うん本当だ。誰、それをちょっと心配したんだけど、切ってない状態で、いや、そんなこと言うなよ。そんな寂しいこと言うなよ。じゃあ、どんどん読んでいきましょう。あ、うん。とりあえずね。当選者。当選者。
語、語り格子に読んでいこう。うん、愛知県の、名前があるかな、なか、ないのかな。うん、そうなんだけど、大丈夫かな。うん。ハンドルゲームとかない？じゃあ、こっちから、うん、これ。ペンネームスカイアベニューさん、おめでとうございます。はい、吉高くん、おめでとうございます。ペンネームなゆたさん、おめでとうございます。はい、ハリさん、おめでとうございます。ペンネームじゃない、何もない、樋口さん、おめでとうございます。はい、天野さん、おめでとうございます。今何枚、これで6枚増えたから28枚。あの、ボツになったメールたちを抽選をします。なんでそんなぐちゃぐちゃなの、なんでそんなぐちゃぐちゃなの、マイクにいっぱい当たってるし俺台本だし俺、そしてこれサブジェクトしかついてないやつだし、うん、どういうことだよ。はい、ああもう、ちょっと待って、まとめて、まとめて、まあ、こんなんもええかな。ねえねえねえ、クイズのさ、ハズレの人とかからもさ選ばないとかわいそうだね。違う違う、音楽終わっちゃったんだ。あ、終わっちゃったのちょっと早くみんなメールをきれいにして、みんなメールをきれいに、これこっから取っちゃダメ、こっから取ろう、こっから取ろう。え、きれいにしたんよ、これ A 型なの。どこが A 型だよ。A 型、 A 型どこが、本当だよ、どこかって正真正銘 A 型だよ。ねえ、ゆいはどうして何もしないで僕は B 型だから。いや、B 型だからって許されることなの、それは。カメラマンだから。なんなの、君たちは。台本とか混じってるな。なんなの、一体。あーねえ、こうまとめてる間何か喋ろうよ、もったいないじゃん。今日、セリフも行く？行く？マジで行く？行く？マジで行ったら帰らないってことだよ、それはイコール。イコールね。でもさ、明日休み？明日休みだよね、行かれました。明日セール行こうと思ってるから。友達と約束はしてるけど、うん、休みなのね。本当？マジ整理。あ、でもヨッカちゃんが早く帰る、あれだね、仕事だね。私は途中で帰る。そっか。どうする？無理しないでね。どうする？いいよ、俺。ゆかりさん。あーね、ゆかり台本食べちゃった。台本食べた？マジで。マジで分かんなくなっちゃった。はい、マジ行く？整理も。どっちでもいい。今日ね、じゃあ今週ね、400通メール。400だっけ？すごいね。さ、ね、なるべくね、小松さん頑張って、そうそう、すごいギリギリまでやってくれてたんだけど、これ読むの大変だった。でもなんかすごい愛がいっぱい、全部読んだね、うん、全部読んだよ、全部読んだ、うん、全部なんかツッコミを入れたりしながら、うん、なんでやねん、なんでやねん、なんでやねんって言いながら読んでた。早く、もうね、ね、君たちはどうしてさ、やめるね。B 型だからね。え、ゆくのべさんも B 型？ B 型。マジっすか？ A 型ゆっぱりしかいない。あ、私 B 型。俺も A 型。どうしてエロ大臣は何もしてない？こっちからこっち B 型。こっちからこっち A 型。ねえねえねえ、このさ、クイズが。ほら、だってあくびしてるもん。やってないもん、もうなんも。やっぱマイクボス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 やってた。あの、エロ、はいはい、エロさん持ってて。はい。今28通ですね。あ、誰かカウントつけてって、今28だから。今28。はい、選びましょう。おい、おい、引くぞ。クイズのハズレでしょ。あ、これあるんだ。あ、これ読んだ人だ。いくよ。うん。なんかクラクラするゆかり。なんでここね、酸素薄いんだと思うよ。うん、5人もいるし。もしさ、同じ人になっちゃったらどうしよう。黙って次のを引くか。今日読んだ人とかに。そうだね。うん。うん、はい、行きますよ。うん。結構。はい、二十何枚目これ、下切り、うん、どんどん29は、30。ペンネーム、悪の口車大王さん。ペン、あ、読んだな、読んだ人。はい、他の人、はい、ペンネーム、V3 ダイガーさん。はい、29。おっ、おめでとう。30。言語くん。はい、30。斉藤さん。はい、31。イルカアルファゼットくんかな。うん。32。ひでスギさん。はい、33。
ダンテくん。34。あ、この人はさっき言った。そんなこと言うなよ。切れなくなるじゃないか。そっか。あ、読んだことない人。そうなんだよね。台本だからね。右くん。はい。35。台本出てきた。明治太郎くん。はい、36。明治太郎くんはね、うん、サークルの4年生の先輩が演歌でデビューしますだって。そうなんだ。うん、ね、マイク大丈夫？ゴンゴン言ってる？ミケちゃんすごくなんか バファリングだと思うからみんな。こんぐらい弾かないとさダメじゃない？またテーマ終わった。今ねマイクを移動してる。ラップ3。はい。あ。あ、ペンネーム、はい、ユミールさん。はい。38。あ、な。あ、できない、できない。はい。あ、これ、どこでやってるか。どこだろう、名前どこだ。どこってもあった。考えろ。本名 OK、テリー伊藤くん。はい、38。本名だね。ペンネーム、ファーナさん。はい、39。はい、ペンネーム、笠井由紀くん。はい、40。あと10だ。あと5個ずつだよ。あと5個ずつ。こうやって見るとさ、うん、ごめん見てさ、終わりが。吉井さん、はい、おめでとうございます。41。はい、42は。42、ブロさん。はい、42。ペンネーム。チーズバーガー抜きさん。チーズ違うな。チーズバーガーチーズ抜きさん。チーズバーガーチーズ抜きさん。43。はい。これなんて読めばいいの？あ、シャープさん。シャープさん。あ、シャープさん。はい、44。ハンドルネーム、ピーターさん。はい、ピーターさん45。待って！あと5。待って、46待って。待って！待って！これ読んだことないよね。読んだことないね。46。うん。ペンネーム高一さん。はい、47。おお、ダメ。申告も当たったよね。当たった。ちょっと待ってね。次何枚目だろう。これ何枚目だっけ。マリーのツーピースさん。あ、はい、うん、48。 あと3つ最後だゆかり。うん、私か。うん、あ、この質問読んでる。そうなんだよ、ね、うん、あ、この人読んだっけな。見して。読んだよね。ちょっと待ってください。ペンネーム、はい、A43。はい、49、はい、最後。あ、そう。人はいないかな。最後の人です。ララ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 ラじゃーん。ペンネーム、アルファくん、おめでとうございます。以上、50名の方にお書きが届きます。疲れた。で、台本も行方不明です。ゆかり、ね、台本出てきた。聞いたら。あったあった。はい、じゃあ一言ずつ感想とか言おうか。一言。そういうの一番苦手ね。あの雑誌とかのインタビューでファンの方に一言、うん、一番苦手ね。あ、苦手、はい、どうだった？これ、うん、面白かったよね。面白かったね、うん、なんかこんなにさ、いっぱい話したことないよね、うん、え、そう。そうだっけ。二人で。二人じゃないじゃん。うんうん、みんなで。なんかね、なんかね、楽しかったよ、うん、楽しみだった、収録が、うん、そうだね、うん、あとさ、いっぱいみんなギャラリーどんどん増えてった。そう。なぜ。だってさ、エロ博士なんかさ、別にギャラとか多分してないじゃん。そうだよ、エロ博士。ミケちゃんとかさ、そうだよ、そうだよ、ゆっくりさん
もギャラなし、ヨッカちゃんもギャラなし、タデさんもないし、私たちは、すいません、今月入ってました。入ってた、ギャラ入ってました。びっくりした。別にいいのにね。なんか喋るだけで楽しかったのにね、私たちはね。そうそうそう、いいのに。食べさせてもらった。テーマまた終わった。いろんなもの食べさせてもらったしね。そうだよね。なんか、始まるまで待ってた方がいいと思う。まあ大丈夫だよ。うん、大丈夫だ。毎週楽しみ、うん。あんさ、登録したかったね。そうだね。もうちょっとさ、やりたいこと何個かあったね。あと、なんか、街に出たかった。そうだね。街でゲリラライブをやりたかった。ゲリラじゃないんでしょ。あ、やりたかったこと全部だから、宿題。宿題っていい言葉。ほんと。便利な言葉ね。みんなが楽しくなれるといいね。そうだね。でも楽しかったよ。そうなんだけどさ。メールいっぱいくれてね。ほんとだね。あんなにね、髪が重いものだとは思わなかったね。すごい、でも、一文字一文字に愛を感じましたので。はい。また復活した際には、遊びに来てください。他に言うことは大丈夫。じゃあそろそろ最後のこのテーマが終わるまで。そうそうそう、また嫌がってる。なんだよ、小松さん、最後から嫌がってる。なんだよ。はい、それでは大和なでしこ、ジャッキー大和なでしこ宣言に、私たちの愛は永遠です。霧に消えたサングラスの男を追って、古ぼけた洋館へと忍び込んだ、大和なでしこの二人。謎の仮面をかぶった犯人の罠にはまり、絶体絶命のゆかりとゆい。古ぼけた洋館にこだまする、恐ろしい銃声と二人の悲鳴。そして、崩れ落ちる大和なでしこ。気がつくと、私たちはベッドで寝ていました。あれ、私たちって、どうなったんだっけ。サングラスの男を追って、おてんば姫を探して、トキワ荘に引っ越しして、それから…ねえねえ、ゆかり、どうしたの？ゆい、大丈夫だったの？大丈夫だったって何が？ゆかり、なんか急に眠り込んで。え？あ、そっか。私、ゆいの家に遊びに来てたんだ。ゆい、なんか、ゆかり、怖い夢見てたよ。そう？どんな夢？うん。怖いけど、でも、なんかとても楽しかった。また見てみたいな、あんな夢。変だ、ゆかり。でも、きっと見れるよ、その夢。そうかな。そうだよ、大丈夫。そうだね。また見れるね、絶対。大和なでしこの見る夢は、聞いているみんなの夢と一緒です。きっと信じていれば、また、あの楽しい二人が帰ってくるはず。ほら、耳を澄ませば、あの二人の笑い声が聞こえてきそうでしょ。ほら、今にも二人の声が。次回、新番組、桃色2、大和なでしこ宣言第1話、今更だっちゅうの大流行に、ちょっとー